はい、ええ、令和三年度の採点実感の分析会をね、行いたいと思います。レック専任講師の矢島です。どうぞよろしくお願いします。あの、本日レジュメ二種類ありましてね、あの、まあ、令和三年の司法試験の問題文に。私がいろいろね、線引いたり、メモを、あの、こう、ふしたりしたようなものと、あともう一つ、あの、採点実感ですね。こちらの試験公員の方から、あの、発表されている、まもので、まあ、そこに、あの、私がいろいろね。あの、大事なところ、線引いたりとか、あいろいろ、中書きをつけたりとかして、あの、装飾したものになってますね。で、まずですね、あの、こちら、えっ、ー、と、レジュメ丸二、講師レジュメ丸二の採点実感というふうに書いてあるものの、ちょっと一ページを。ええー。 て,てもらいたいんですけれども、えー、こちらのところでね、えっ、ー、とまあ今日今日ね今言った通り使用教材の二つ目のブロックのところにありますけど、まあこのね採点実感と問題文のこの二種類になってますで一番下の中のところなんですけど各教材とも、えー、これねあの科目掲載されている順番なんですけど憲法行政法ねまあ今広報系ですねでその後民法商法民訴法ってことでまあ民事系が載ってましてでその後の刑法刑訴法って形でまあ刑事系載ってますのでねで一番上のあの上のブロックのところ一個目のはじめにっていうところなんですけどあの今日やるね今日分析する採点実 感っていうのは要は要試験講ンサインが、ね、将来の受験生に向けたメッセージっていうあのコンセプトであの出してますので、まあ、結構、あのたまに難しいことも書いてあるんだけど、まあ、試験コンサインは受験生に意地張りしてそういうあのことを書いてるんじゃなくてねまあこれぐらいのことは分かっておいてほしいなっていうまああの思いでねあの書いてくださってますので、まあ、なるべくねあのこう理解をねあのそれをするようにあの努力をすると、まあ、それをきっかけになんか基本知識の理解が深まったりとかあとはなんかいろいろ誤解しているようなことが。ですねこう そこに気づいてねでそこ修正できたりとかしますので,できますので、まあ、そういう点ではあの採点実感を、ね、あのしっかり分析しておくとそれをやってない人と比べるとですねちょっと、ね、いい答案が書ける可能性が出てくるんですよねだからそういった意味で、まあ、あのちゃんと、ね、あの可能な限り分析してであの早いうちに、ね、ぜひあのこの話聞いた後に自分で、まあ、今日、問題文をお配りしてますからねあの、まあ、それをまあ利用してもいいしあとは法務省の方で問題文をダウンロードできますので、まあ、それでダウンロードしてで早めに自分で、ね、あの答案書いてみると、ね、すごく勉強になると思います。で答案書いた後に この採点時間と比べるわけですねで採点時間にいい答案と、ね、悪い答案、いろいろ具体的にあの書かれてますから、まあ、そこで例えばそのなんか悪い答案に当たるようなことをこうやってしまったらです、ね、当然そこのところ原因究明して、ねまあ、基本知識が足らなかったからあのそういう悪い答案になってしまったのか、あるいは基本的な知識はあるんだけど、まあ、なんかその事案の分析の仕方とか、ね、そのちょっとこう交際員が求めているようなあのちょっと筋と違うようなことを考えちゃったからなんか悪い答案になっちゃったのかとか、まあ、そういうことをよく分析して、早めに、ね、修正するようにしてもらいたいと思うんですよね。まあそ こんな感じで利用してもらえると、そういうことをやってない人と比べると、ちょっとね、いい答案が書けるんですよ。で、結局受験の世界っていうのは、相対的な、まあ、勝負ですからね。あの、満点基準にしたときに、別に絶対値で満点取る必要がなくてね。他の受験生よりも、ちょっといい答案をかければ、あの、いいわけなんで。まあ、そういう形で、ちょっと,と、ちょっとね、他の人にいい答案を、まあ、目指すツールとして、この採点実感をね、利用していただけるといいんじゃないかと思いますね。じゃ、そういうのが、ちょっと今日のね、あの、この採点実感を分析する趣旨になります。さて、では、えっと、具体的な中身としては、このね、二ページのところで、まあ、憲法のところなんで。 ですけれども、えー、憲法に関しましてまず、ね、一般的な話、ですねちょっと将来の受験に今度,今度皆さんが、ね、令和4年度のまあ試験を受ける時にちょっときに役に立つような、ね、ちょっと一般的なお話をいたしますと2ページのところの、えー、まず、ね、あの2個目のブロックですね第1総論というふうにあの書いてあるところの縦2のところなんですけどまずこれ点線引いてあるのは、ね、悪い,悪いで例なんですよ、反面教師にしてほしいんですねこういうふうに私が点線引いてあるようなことを皆さんがやってしまうと、まあ、本番の試験でこう悪い評価を受けてしまう可能性があるというところになります。でそれに関しましてまて あの合憲性の判断枠組みとして、えー、厳格な、ねえー、意見審査基準を定出しながら簡潔な目的手段審査で合憲,を合憲性を肯定する答案ってことねこと憲法の基本知識が分かってたら絶対やんないんですけど要はあのねあの 合憲審査の判断枠組みの厳格度ってどういうところで、まあ、決まるのかというと、まあ、一般的に言えば、ね、その権利の擁護性例えば二重の基準論なんか考えたら分かりますけどやっぱ精神の自由と経済の自由とではそのやっぱり、ね、適,適用される審査基準の厳格度って違うじゃないですかあとはその同じ例えば精神の自由、まあ、表現の自由例えば例に挙げればそれがやっぱその内容規制なのか内容中立規制なのかによって、ねまあ、当然、その審査基準の厳格度っていうのはまあ変わってくるわけなんですよね。で例えばそういういいととこころでで権利の擁護性がすごく高く高ててししかもまあ制約対応は厳しいんだってことで で非常に高値、ね、厳格な。 まあかなり厳格な審査基準を立てたってことになってくると当然のことながらそれを、ね、あの当てはめする時に、まあ、具体的に、ね、その事案を検討する時にかなりこう厳密な審査を、ね、かなりこうしていくのが通常なんですよ。でそれにもかかわらずなんかすごい厳しい基準を立てているのになんか当てはめがあっさり、ね、こうしてるとその審査基準の意味が分かっななかってていいなななんんじゃ思わわれてしまうわけなんですよね、まあ、過去の,あの採点実感なんかであの言うとよく、ね、あの審査密度が合っていないという,ふうにあの表現でよく採点時間に悪いとアンドレしで指摘されるんですけどそれと同じです、ここのところはね。えー まあやっぱり自分が定立したその基準にはやっぱ趣旨があるわけでね、大事な権利で制約対応が厳しいからこそ,そういう厳格な基準を立てているわけですから、やっぱりそれに合ったその当てはめをしていかないとまあいけないわけなんですよね、今度逆に、すごくこうね立法裁量をこう尊重してま、あ,あまり裁判所が口出しすべきでないような分野ですね、人権の性質とか制約対応とかそういうのを踏まえてまあ見たときに、緩やかな基準を立てていくと思うんですよ、そういうときにね緩やかな基準を立てておきながら、当てはめのところですごいなんかさ緻密な審査をしちゃうと、やっぱり基準と趣旨が合わない。 ですよねだから、そういう点でやっぱその審査密度をちゃんと意識した当てはめをするっていうのはすごい大事なことになってきます、まあ、そういうことを延々とずっと書かれてますからね、あのこれをねしっかり意識して、答案作ってほしいと思うんですよね、じゃあそういうことで今の、ね、2個目のブロックで、まあ、ちょっと話続きになりますが、えー、と2行目のところ、途中からいきましょうか、逆にってところですね、まあ、逆に緩やかな審査基準をね、意見審査基準を提示しながら厳格な目的地で審査をして、合計性を否定する答案ね、これ、悪い答案の例ですね、えー、が一定数あったと。 で三行目の途中のところですけど、えー、具体的な合憲性の判断にあたってはね、自らが定立した判断枠組の厳格度にまみ合ったあ事案の適切な検討が求められるってことでね。だからこれずっと言われていることだから、やっぱこれを守っていかないと、えー、いいとはなんないんでね。えー、交際委員から評価されるとはなりませんので、ここはよく意識してほしいと思いますね。それからね、あのちょっと縦3のところを説明したいんですが、その前にね、あのこれ、えー、っとこれちょっと開いておいてもらって、問題文の差し見ていただけますか。縦3に関連しまして、ちょっと問題文の経 形式を。 見ます、えー、でそれがですねあの問題文憲法からま乗っかってるんですけどねちょっと投資番号じゃないんであの、えー、ちょっとうまく探してほしいんですが憲法ね最初の方に載ってますのでで憲法に関してはあの4ページ憲法の4ページですねまあ、4ページって言うとあの他の科目も全部4ページがあるから <laughs> あの特定できないんですけど、まあ、憲法の4ページですね一番最初の科目になりますでそこで設問の形式見ていただきたいんですが最近の司法試験この形式で出ることが多いんですよで、ね、中身見ていくとねあなたが検討を依頼された法律家公であるとして 1および2の憲法適合性について論じなさいとでなお、その際には必要に応じて参考とすべき判例や事故の見解と異なる立場に言及することということで、まあ、最近、こういう形式で出ることが多いですでこの形式に応えるための答案構成としてどういう,ふう,にあのどう,いうものが、ね、あのいいのかという話なんですけどそれがその採点時間の,、ね、あの縦3のところなんですね。 えー、縦3のところの、えー、と、えー、ところちょっと見てください2ページの、ね、第一の縦3のところです本質問では必要に応じて事、ね、故の見解と異なる立場に言及することが求められてるんですよとでこの観点からはでこれ悪い答案平,平板で浅い論述に、まあ、終始すると案ということでねあの、まあ、必要に応じてやっぱさ反,対な反対の立場を求めているってことはやっぱ盛り上がりそうなところは、ね、あの反対の立場出してで争点設定してでそこを、ね、しっかり説得的に自分の意見を展開することが求められてますから、まあ、そういうの、どっか、ね、1か所でも2か所でも。 作なないといけないとけんですよね当然、試験時間限られてますからなんか全ての論点に関して、ね、こういった反論から争点設定して自分の見解を厚く書くってことは当然できないんですけどだけどそれがなんか箇所もないっていう風になってしまうとやっぱその試験講ー員としてもそういう人に対して合格点を、ね、上げたいとは思わないはずなので、まあ、必ず一箇所でも一箇所だけだと,ちょっとねあの,他の受験生もじゃあみんな一箇所やっちゃったら、まあ、相対的に順位上がらなくなっちゃうから、まあ、できれば二箇所って感じで、まあ、可能な限りその、ね、あの盛り上がるところを増やすっていうことを、ね、意識してほしいんですよね。まあ、平板な答 だとダメです。あの読んでつまんない答問出してしまうと、やっぱりそのね合格点はもらいにくいっていうようにあ思っておいてもらったらいいと思いますね。でその点に関して今の続きのとこですが、立山のねところのまあ行目の途中のとこですが。 見、まあ、見解が対立する点を的確に見定め、ねえー、自分の立場とはどこが違うのか明らかにすることにより自説をほら、ね、説得力のあるものに今すべきってことでこれまあずっと似たようなことがあの表現は違いど、まあ、似たようなこと言われてるんですけど、まあ、要はその分の立場を出すすすこことととによよってっ争点を設定するっていうことがあの大事なんですよねでその争点を設定したらその争点に対して自分がどう考えるのかってことをあのしっかり、ね、説得的に、まあ、もちろん判例とか学説踏まえなければダメですけどねこれ国語の試験ではありませんからあの現代文の試験じゃないから作文したってあの。 それは法的な文章としては認められませんから、まあ、当然のことながら争点設定する前提として基本的な、ね、やっぱ学説とかの判例を理解していなければいけませんけど、まあ、そういういのを理解できたら、ね、こういういのを1箇所でも2箇所でも可能な限り作ってあげるといい点,いい点数がもらいやすく学ででくるわけですよねで今度ね、今の縦3の2段落目のところなんですけど、えー、逆に、ね、これは悪いとはの例です。 逆に事故の見解とは異なる立場について一通おりまあ詳しく論じた上でってことね、まあ、確かにあの説問にさ反対の立場あの、まあ、踏まえてみたいなこと書いてあるけどそれを逆にそれを中心にしちゃうと結局自分の見解を書くことができなくなりますよね。あの 答案用紙も限られてるしね。枚数限られてるし、試験の時間だって限られてるんででそうなってくると、あの試験交際期、皆さん自身がどう考えてるか、その憲法問題についてどう考えてるかってことを聞きたくて、あのそういう出題してるわけなんでね。それで、その反論の方ばっかり、あの中心に書いてしまうと結局ですね。その台に答えられる台に応えてるとはなりませんよね。で、そうなってくると点数あんまり上がりませんので、ここのところもまあ気をつけてほしいわけですよね。だから、そういった意味でやっぱその盛り上がりそうなところね。判例とか学説をちゃんと理解してることが前提ですけど、その当該事案よく見てね。えまあ、あの。 説明判例からしたら多分こういうところが争点になるんだろうなとてことを目,目星をつけてねでそこで争点設定してで自分の見解を説得的に書くっていう形でやってください。でそれを1箇所ね最低1箇所でもそれだけだとちょっと他の人がやってくると相対的に上に上がれないからね、まあ、できれば2箇所でさらに力がある人は3箇所4箇所、5箇所難しいでしょうね時間がなかなか足んないからね、まあ、そんな感じでやってもらったらいいんじゃないかと思いますねで今度ですね。 ちょっと具体的な話になりますが、二、えー、ページのね第二の規制丸一についてっていうところの話をちょっとあの時間が許す限り、まああんまり時間ないんだけど、ちょっとやりたいと思うんですが、その前提としてちょっと問題文をね見ていただきたいんですよ。規制丸一ってどういう規制なんですかっていう話でね。でこれで最近の試験の質をねちょっとこれで分かってほしいんですよね。えー、この質をねで、えっ、ー、と二ページのこちらちょっと問題紛らわしいですけど今度問題文の冊子の本になります。で憲法のえ下にににって書いてあるところね、まあいわゆる問題の一枚目になるんですけど。 でそれの真ん中よりちょっと下のところで「えー、規制1規制2」って形で私がちょっとあの左の方にこうね ちょっと四角の枠であのこう囲っているところがあるんですけどちょっとそこを見ていただけますかねちょっと分かりづらいですかね、えー、と比較的下の半分よりも下のところですすねでその縦3のの縦縦ととこころです縦3のところで規制1ってなってるんですけどで規制内容、まずね顔を隠して集団行使に参加することを禁止するっていうことで集団行新ってのはデモ行進ですね、よく基本書に書いてあるようなねあの言葉で言えばねデモ行進なんですけど、まあ、顔を隠して集団行進に参加することを禁止する、でこれのまあ憲法適合性があの問題になっているんですよ。でまあ、これ普通 普通にまあデモの自由のねまあ、問題かっていうとまあ、ちょっとやっぱりその普通にインプットの方に書いてあるのことをそのまま試験で出すわけないから司法試験とか予備試験でねだからまひねりが入ってるんですよね。で、そういう点で単にデモをするっていうんではなくてやっぱその顔を隠してねデモをすることを気にするってことでちょっとひねりがえ入ってます。で、この点ねえいろいろここの憲法問題をあの考えるにあたってヒントになることがいろいろ問題文に出てまして例えば縦一の ところの2段落目ですね、えー、上記各団体は顔を隠すこと自体に特定のメッセージを込めていなかったっていうねだからここ無視してさなんかこう顔を隠して集団行進に参加することを禁止してるんだけど顔を隠すこと自体に特定のメッセージを込めていなかったってなるからこの辺のところからおそらくねあの表現の内容規制とはあま関係なさそうな感じがするとかいろいろこうヒントを、ね、あの参考にね何がこう中心的な憲法問題なのかっていうのを見極めていかないといけないんですよね。であとさらに今ののね、えー、と縦一の 二段落目の今途中のところ行きましょうか、まあ、う二段落目に行きましょうか上記各団体は顔を隠すこと自体に特定のメッセージを込めていなかったがこのような集団行進のスタイルが大きな注目を集め SNS 等では、ね、デモの,報道,がおデモの、ね、報道で顔が映る心配ないとか、まあ、就職活動や職場のことを気にせずデモに参加できるといった意見が多く寄せられてでしかも、ねえー、結局、えー、構成員ではない、えー、そのデモ参加者の中にも実際にあの顔を隠すものが、ね、多数現れるようになったとっういう状況なんですよね。でそういうい中でその、えー、顔を隠デモをを、ね、をすすするる際にに顔を隠すことを気にする といいいううううののがどういう人権を制約するのかっていうところなんですよでこんだけヒントがあると単にデモの制約っていう問題でそどまんないっていうのはもう予測できるじゃないですかだからまさにその単にデモを制約するデモの自由を制約するっていうんじゃなくて、まあ、まさにね顔を隠してデモをする自由ねそういったものをこう構成して、えー、それの制約の憲法適合性が問題になってるんだろうなってことに気づいていかないといけないんですよだから要はこの問題で学んでもらいたいのはやっぱ最近の試験ね特に最近の試験っていうのは基本知識をもとにその応用ができるかどうかってことをあのすごい試ため そうとするんですよね試験制度が えー、令和5年からねあのまたこう試験の時期が変わって大学3年生、大学3年まで行ってさでその後ロースクール行ってで1年と2月であのもうすぐ司法試験って感じになってくるからあんまりこう受験を勉強する時間がないんですよあの新制度ではねでそういう意味であの知識の量で勝負するような問題作っちゃったら新しい制度に合わないから、まあ、そういう点であの知識の量は少なくてもいいんだけどその代わりあの深い考察をです、ねまあ、求める、まあ、そういうようなあの試験の質に今ねすごい急激に変わってるんですよね。まあ、特にに令和のの時代になってからあの そういう傾向がありますすねね、まあ、なんか特に顕著ですけど、ねまあ、そういうい感じで、まあ、あの問題文を解くときねであと一応言ってちょ今日は司法試験の分析会なんだけど一応言ってきますとあの予備試験の試験コーサインと司法試験の試験コーサインって、まあ、結局同じメンバーなんですよあのメンバー公表されてますけどねだからそういった意味で司法試験の質の分析をしていくとね、まあ、予備試験の,あの質の分析にもあのつながってくるしあの逆にあと、まあ、なかなか余裕司法試験の受験生でなかなか余裕ある人い,るあのいないかもしれないけど一応予備試験の最近のね令和の時代の問題文 自と取材の主張を分析すると、実は司法試験の分析にもあの役に立つっていう関係があるんですよね。結構質が似てきてるんですよね。近年ねで。 まあそういういこととでちょっと今あの話がそれましたけどで話にもえとまた戻すとねまあそういう感じでなんか基本書に一般的にこう書かれているようなことをそのまま,まあ出すのではなくてその基本書に書かれているのうデモの自由なんてもう絶対どんな本人も書かれているからそこをあのちゃんと理解していることを前提に必ずそのひねりをまあ入れてくるんだということをよくねあのこう予想していて覚悟しておいてねそれで何とか本番の試験でどこがひねられているのかなということを,ねそこをこうまあ見抜いてですねでそこを触れるといいの答案がも,うもらえるはずなんですよね。というわけであのぜひそこを意識してください。必ずこう基本知識 は大事になりますからねでもそこが必ず何かこうひねりが入ってますから、えー、ここのところ単にデモの自由って形で構成しちゃうとやっぱ取材の意図に乗れませんから顔を隠してデモをする自由ねそれがまず憲法で保障されるのかどうかという観点からストレートでねそこのところを考えてほしいわけなんですよね。 さてであとね最近の試験傾向あの今期の令和3年ちょっと試験傾向すごい顕著だなと思ったんですけど顕著に変わったなと思ったんですけど、えー、とまた採点実感の方の冊子ですね採点実感の方の方で、えー、と規制2につきまして。 えー、こちらであ5ページのところ行きましょうか。5ページのところ採点実感の冊子の5ページのところで第3規制丸についてで,で縦位ちょっとね。あの時間の都合で、あの事案の内容はちょっと踏み込めないんですけど、試験の質が変わったよってことだけお伝えしていこうと思います。で、この点に関してえー、5ページの第3縦位の括弧1のね。問題となる人権の選択についてって話なんですが、えー、多くのこれ悪いとはの例で書かれてるんですけど、多くの答案が問題となる。団体の人権として結社の自由表現の自由プライバシーの権。利の いいずれか1つだけをまあ検討していたとで現実にはある1つの規制が同時に複数の人権を制約することが珍しくないんですよとで1つの人権の制約を見いだしたとしてもそれで満足することなく当該規制について粘り強く多角的に分析すべきってなってるんだけどちょっと中央ね私のほうであのつけておきましたがこれ今までにねあのこういう指摘採点時間であんまりされたことがないんですよ。だから非常に珍しい 指摘なんですよ。と言いますのは、従来のこう過去問を分析していきますと、ある、そのね、規制の憲法適合性を検討するにあたっては、大体、取材の誌や採点実家を見ると、もうなんかね、制約される人権一つになん決まってるんですよ。まあ、ある意味、その取材の誌や採点実家に書かれてる人権を、人権を外してしまうとね、まあ、非常にあの悲惨なことになってしまうような取材がずっとされていたんですが、あのこちらね、令和3年、ね、珍しいんですよね。もうある一つの規制についてね、そのいろんなあの種類の人権制約がの問題となるんだということは、こう初めてね、 明示的にあの書くようになったので、まあ、今後もしかしたら、こういう傾向の問題が、まあ、出てくる可能性があるんじゃないかと思います。ただ、ちょっと気をつけないといけないのはね、やっぱ、この事案の特殊性ですね。あの、何でもかんでもね、あの、まあ、想像したらわかると思うんですけど。あるさ、なんか規制の憲法的合法性検討するときにさ。まあ、いろいろほら、あの、広く見たら、いろんな人権、多分問題になること多いと思うんですよ。実際上ね、で、それをわざわざ、なんか、すべて答案に指摘して。で、各人権の制約ごとにさ、憲法的合性の判断枠、一1個一個立てて,て、当てはめなんかできるわけないじゃないですか。そんなの、2時間の司法試験の二時間。 のの試験の中でねだからそういう点でやっぱりあのこういう、ね、あの特殊な処理ですね、1つの規制に対してやっぱその複数の人権が制約されてるんだということを東案に、まあ、表面に出すのは、やっぱり、ね、その問題文見て本当にどの人権が決められないような、そういうときですよで、これね、まさにそういう事案だったんですよね、この規制丸2ってね、やっぱりこう規制の内容を見ると、えこれ本当にどの人権制約されてるのかすごい難しいなっていう感じで素直に思うんですよ、で最終的に1個に決められないような、そういう事案なはずなんですよね。私もあの初めてここれ問題見た時にねこの 試験のもうすぐね、直後にこれ見たんですけど、やっぱ人権をね、あの決められなかったんですよね。まあ二つぐらいにまでは、こう絞り込めるんだけど、これじゃあどっちなんだ。どっちが正解なんだって言ったら、やっぱりこうね、決められないような、まあそういう事案でした。今までの過去問はね、なんとか決められるんですよ。何か一個にね。だから、そういう点で、なんかその複数の制約がどうのこうのって書いてることなかったんですけど。これは非常にね、最終的に絞り込み、多分できないような事案なんですよね。だから、何でもかんでも、一個の、あのね、規制に対して、複数の人権構成しようとしたら。 これ当然ね、ね当案があの要は浅くなっちゃうでしょ広く浅くなっちゃって結局、その当案見ても憲法の力を持っているかどうかってことが表現できませんから、まあ、そういう点であまりいい点数つかなくなってしまうと思うんですけどでも、こういう、ね、問題を素直に見た時にどの人権が制約されるのか本当にもう難しい決めもう特定しきれないっていう時はむしろそこを聞いてるはずだからねあのそこのところを素直に思ったことを書いてあげればいいいいんじゃないかと思いますよね、まあ、当然のことながら当案のテクニック的な話になっちゃいますけどあの複数の人権制約認定した時にさじゃあ一個一個やっぱその合憲審査の判断 段枠見立てて当てはめするってことになると、多分時間短んなくなっちゃうから。まあ、おそらくね。その1つのまあ、規制について、複数の人権制約が問題となるような時ってのは実質的に見て、その制約される人権の要保補正の質が多分似てくるでしょうし。しまあ、その制約対応のその厳格厳しさね。そういったところもおそらく質的に似てくるでしょうから。まあ、おそらくね。その人権制約を複数。まあ されているとことを認定した後に、これ結局は質が同じなんで同じ枠組みでいけるみたいなことなんかうまい具合にねちょっとごまかしてる感じになっちゃうんだけど、<laughs> まあ時間内試験時間内にね決められた紙の枚数でまあ当番作る作るしかないからしょうがないんですけど、まあそこをごまかせるような感じになっちゃうんだけど審査基準は一個だけ立ててねで当てはめするとかまあいろいろなんかいろんな作戦があるんじゃないかと思うんですよね。まあここはだからあのね初めてのこのまあちょっとこう質の問題だからここどうしたらいいかっていうのはまだね多分あのパターン化はできないところなんですよね。これからいろいろ試行錯誤していかなければいけないようなところなんだと思いますね。 ただまあ今後、皆さんが受ける試験ねどうしてもこれどの人権制約が特定できないってなったときはこういうあの問題の可能性がありますので <laughs> そのときはやっぱ素直にこうね制約が問題であるような人権を複数まあ指摘するっていう感じでやってもらったらいいいと思いますね基準、まあ、はまとめるとかうまくあの調整しないといけないと思いますけどね。というわけで一応この試験の傾向変化ねここのご指摘をしておきました。さてででは今度民法いきましょう採点実感のしのですね えー、8ページになります。あ、ごめんなさい、行政法だ。と失礼しました。あのいつも憲法の後に民法やってるもんだからね。ちょっとあの頭頭の中に変なあのすことがすり込まれてしまいましたけど、あの今日今日はね行政法になります。えー、私の論文の講座ね憲法の後にいつも民法やってるもんですから失礼しました。さてで、えー、と8ページで行政法。 のところなんですが最近の試験傾向のねじゃちょっとねあの傾向ね最近の試験の傾向なんですけどあの重要な判例をねちゃんと事前に事案と阪神のポイントをちゃんと頭の中に入れてることを前提とする問題最近出るようになったんですよ令和3年とかあとその前の年の令和2年とかねだから当然のことながらまあ令和4年もまあ、重要な判例に関しては事案の概要とね阪神のポイントがちゃんと頭の中に入っていることが前提とした問題が出る可能性は非常に高いんですよでそれで今ね8ページのところ開けといたもらったままでいいんですけどちょっと ちょっと問題文も一緒に見ていきましょう。行政法の問題文のね。どんな感じになってるかってことなんですけど、えっ、ー、と。 ちょっと投資番号で振っていないのであのすいません特定しづらいんですが、えー、憲法の後にね後方系第2問ってありますのでこれがあの行政法ですで、えー、そこを、ね、探しづらいかもしれないで申し訳ないですけどあの憲法の後、でですねで、えー、そこで、えー、と左上のところに、ね、私が自分の私の手書きで R3 行政法って書いてありますからちょっとここをね見つけていただきたいんですがでこれね、えー、ちょっと行政の問題文見ていきましょうであの通常司法試験の問題っていうのは、まあ、問題文の本文があってね今2ページ問題文の2ページ見ていただいていると思うんですが。が、えー、問題文の本 文,文があってでその後に質問があってそして、えー、その後にねあのちょっとページめくっていただいてあの4ページにね法律事務所の会議録っていうのがあるんですよねで、まあ、単に質問に答えればいいっていう話じゃなくて質問に答える際にですねこの会議録でいろんな指示誘導がされてますから、まあ、そこに、えー、ついてもねこう答えていかないと、まあ、いけないと、まあ、要はその会議録の指示誘導のところにも、まあ、配点がされてるって話なんですよだから、まあ、質問のところだけ見てねなんかそのまま答えちゃっても結局配点されてるところも点数が取れないので、まあ、結果あんまり点数が上がりませんでしたってことになってしまいますから まあそういうい点でよくねあのこの会議録を見ていかないといけないんですよね。でまずその会議録に関しまして、まあ、例えばなんですが4ページの、ね、ところであのこれ、発言、ね、弁護士の D と E の発言がありますがとりあえず D と E はちょっとまあ気にしないでおくことにして、えー、と 4, 人4つ目の発言見てください。私が左端の方にねちょっとメモで「設問1かっこ2」ていうふうにあの書いてあるところに対応してるんですがでここでね えー、ちょっとねこんな感じになってるのあでちょっと事案の外要で口で説明していきましょうかある受益的な処分をね、まあ、受けるにあたってただその処分を受けられる人っていうのは1人しか あのこうね、設定でできないんですよねでそういう中でその受益的な処分を別の人がこう受けちゃっているような時にその受益的な処分を欲しいっていう、まあ、人がですね、まあ、そこのところをこう争う時に、まあ、共感関係にいわゆる共感関係っていうふうに言うんだけど、まあ、共感関係にあるっていうふうに言うんですよ。でその共感関係に関しては教義の,、えー、の訴えの利益のところで、ね、基本的なあの判例があると思うんですけども、まあ、ある人に対する例えばその、ね、受益的な処分がすでにこうされてるその人に対するその取り消しがまあされるとね結局その取り消し訴訟の,その、ね、取り消し判決が 判決の拘束力で、まあ、また、ね、行政庁の方がそが取り消し判決の趣旨に従ってまあ再考して、ね、誰にその1個しか与えられないその受益的な処分をするのかが適切なのかということを再考し,再考して、ね、で場合によってはすでにあのその受益的な処分を与えた人に対するその処分を例えば職権取り消したり撤回したりとかしてでそれによってその受益的処分をまあ欲している人に対して、ね、そ,のその処分がされる可能性があるからだからそういう点ではその訴えの利益がないわけではなくて訴えの利益がむしろあるんですよみたいなそんなことを言ってるの有名なはれりあ ありますよね。で、それがね、あの今まあ私概要言ってるんだけど、その概要が書いてないにもかかわらず、あの問題文に概要が書いてないにもかかわらず、今ぐらいのことが頭に入ってることを前提にした取材になってるんですよね。で、そこでちょっと見ていきますとね、あの四人目の発言のところですが。 えー、本件不選定決定、あ,であんまり事案の、今日事案の細かい話する趣旨ではありませんので、あんまり事案気にしないで大丈夫です、要はどういう質の問題が出てるのかってことでね、それで今後の試験対策、どうしたらいいのか、まあ、要は,は重要な判例はちゃんとね、事案の概要と半紙のポイント、頭の中に入れておかないともう手だ、手が出なくなるってことだけ、ちゃんと理解しておいてもらって、日頃の勉強、そういう勉強してほしいんですよね、大事な判例はね、事案の概要とその半紙のポイントね、そこがもうすでパッ,パッパッパッと出てくるような感じで、まあ、やっていかなければいけないんですけど、でそこでちょっと見ていきます。 4人目の発言、えー、本件不選定決定処分が処分に当たるとしても、す、え、で、ー、に、ね、市長は C さんに対し本件候補者決定を行っているため、えー、本件候補者決定が取り消されない限り、B さんは、これ、B さんが今ね、自力的処分をしている人なんですよね、B さんが主人公です。 B さんは本件区画について屋台営業候補者への選定を受けることができないとも考えられ本件不選定決定の取り消しを求める訴えの利益は失われていることにならないでしょうかとだか B さんあのね受益主的な処分欲しいんだけども C さんの方に処分されちゃってるからまあ今更なんか B さんどうにもなんないんじゃないですかってことでねそれで訴えの利益がないんじゃないかってことは言ってるんですよねでこの点に関してはこの次の発言のとこですまあ弁護士 D のとこなんですけどその問題についてはでこ,れこれだけ今私がさっき紹介した判例これだけしか書いてないんですよ放送局の解説免開 する判例ね最高裁昭和43年12月24日ね第3章法定判決がありますのでで今度この判例を参考にして検討してくださいで、以上終わりなんですよねこ、この説問に関してはね。だから当然のことながらこれ、まともに答えるにはこのね判例、まあ、すごく大事な判例なんで当然、事前にあの理解しておかないといけない判例なんですけどこれがもう分かってないと手も足も出ませんからあの実的に今回の行政法、説問3つあるんですけどそのうちの2つがこういう感じになってます、実的に3つの説問ね、形式的には説問2つなんだけど、まあ、証文で分かれてるから実的に3つになってるんですけど。 まず一つがあのこんな感じなんですよ。で、もう一つがえっ、ー、とまたね。判例のま実、あ、績年月日しか書いてないんだけど、5ページ、えー、問題文の5ページを見てください。で5ページのね。ね 下から2つ目の発言ですね、下から2つ目の発言です弁護士 D で、そしてっていうねあの始まってるんですけど、ここもね、判例の年月日だけちょっと紹介してね、これ、参考にやっぱ検討しろって話なんですけど、まあ、ちょっと見ていきましょうか、まあ、弁護士 D、そして、まあ、これらの検討を踏まえて、本件不選定決定の取り消し訴訟における違法自由の主張として、まあ、市長の選定にかかる判断の内容に瑕疵があったことを主張することができないかあ検討してくださいと、でさらに、ね、ここですね、あの簡単に言うとね、あのまあ、市長がある受益的処分をするにあたって、まあその この処分をする前にね。諮問機関の方にその諮問しないといけないんですよね。で、諮問機関の方からまあその一定の意見がまあ答申って形であの出てる出てるんですけど、それを市長が無視して、その答申と違うような内容のまあ処分をしてしまったときにね。その処分の適応補正っていうのがどうなるかってことはあの聞いてるんですよ。で、この点について、あの参考になるのがね。やっぱその諮問機関絡みのそのここに紹介されている昭和。 50年の最高裁なんですけどもこれやっぱね事前にちゃんと理解しておかないといけない判例なんですよね。なんでこのね諮問手続きのまあ重要性ね、まあ、そういうのを踏まえてその諮問機関の言っていることをまあ無視して処分してしまったときにです、ね、それがあの処分本体の効力にまあどう影響するのかということをまあ求めるあの問題なんですよでちょっと読んでいきましょうか、えー、もう一回じゃあ弁護士 D のところね下から2つ目の発言のところを見てください。弁護士 D そそししててのところですね、えーそして えこれら検討を踏まえて本件不選定決定の取り決訴訟における違法授由の主張として市長の選定にかかる判断の内容に瑕疵があったと主張することができないか検討してくださいさらに市長が委員会の推薦委員会でこれあの諮問機関です市長が行政庁ね処分庁です、まあ、市長が委員会の推薦を覆して選定したこと自体に瑕疵があったとまあ主張することも考えられますと要は処分庁である市長が諮問機関である委員会の 答申を無視しししててね <laughs> まあ勝手に処分してしまったと自分の好きな処分をしてしまったという話なんですけどでその,関しその点に関してその際はあその際にはね行政庁である当時の運輸大臣の処分と諮問機関である運輸審議会との決定との関係について一般,述べた一般論を述べた判例ね昭和50年最高裁ですけどがありますのでこの判例を参考に諮問機関の機能等を踏まえて本件不選定決定が違法であると主張することができないか検討することにしましょうということになるからだから受験生勝手なこと書いても点数もらえないんですよね。<laughs> もう とでも現場思考だっていうあのわけじゃなくて、その現場思考はもちろん求められるんだけどね、あのそのまま羽根の事案が出るわけじゃないから、まあ、当然のことながら頭使って考えないといけないんだけど、だけどそのなんかもうなんか闇雲な現場思考が求められてるんじゃなくて、やっぱその基本的なそのね制度概念判例ですね、まあ、そういったことをやっぱり元にしたその。 現場思考をね、あの、することが今求められるって感じなんですよね。で、これ、今、えっ、ー、と、設問見て、あの、このね、えー、分かってもらったと思うんですけど。まあ、判例のやっぱりポイントが頭の中に入ってないともう手も足も出ないで、でじゃないですか。だから、日頃、やっぱ日、皆さんのね、その行政法のインプット学習っていうのは。大事な判例に関しては、やっぱ、その事案の概要と、その判事のポイントですね。そこのところをきちんと、こう、ね、あの、まあ、スムーズに、こう、説明できるようなね。ええー、の準備をしておかなければいけないってことになりますね。ちなみに、前、前年度の令和2年の司法試験もこんな感じだったんですよね。なんか判例の円滑で結構出してきてね。で、それ。 参考に検討しろみたいな感じになってるんで特に最近こういうことが顕著になってますちなみにちょっと話ずれるかもしれないんだけど全科目的にねやっぱ最近ね判例をやっぱり重視する傾向になってるんですよねおそらくやっぱその試験の制度さっきちょっと言いましたけどあの受験期間短くなることがもう想定された制度になりますので、まあ、そういう点でやっぱその学校でね多分ロースクールとかでこうあるいは大学の学部かなんかで、まあ、誰しもがねこう学ぶようなやっぱその重要判例そこのところをやっぱ元にしたねそういった深い理解をですね問うような多分問題になってるんです てるんだと思うんですよね。で、あとはまあ試験構成員がまあ予備試験と司法試験、同じ人をやってますから、まあ、予備試験もね。ちょっと質が似てきてるんですよ。結構あのあんまりこう。広く浅く聞く問題ではなくてね。あの1つのことをこう深く聞くようなまあ、そういうようなあの傾向全体的にまなってますね、えー。さて、じゃあ行政法はね。ちょっと時間の都合でね。これぐらいにしておきます。さてで、今度民法行きますね。ええー、と採点実感の冊子を見ていきましょうか。採点実感の冊子で。えー、民法のところはですね。ページで言うと。 えー、こちら、えー、19ページねこれもやっぱね試験傾向を顕著にあの、えー、令和3年の特徴的なところがありますのでまあ、要は判例がめちゃくちゃ重視されてるんですよね、えー、で19ページのところなんですがあでまずねちょっと 一般論ですね、19ページの縦2のところを見てください、これ、採点実家の冊子になります。で、採点方針というところですね、ここ理解しておくといいと思いますよ、あのこれ理解して、でこういうのをちょっと意識しながら答案作るとね、意識してない人と比べるといい点数もらえる答案作れますから、で、縦2のね、3段落目、さらにっていう段落なんですけど、 さらに、えー、複数の論点に表面的に言及する答案よりもね、えー、特に深い考察が求められている問題点について緻密な検討し、えー、それらの問題点の相互関係に異を払う答案が優れた法的思考能力を示していると考えられることが多いとそのため、えー、採点項目ごとの評価に加えて答案を全体として評価し論述の緻密さの程度や構成の適切さの程度に応じても点を与えることとしたと。でこれれらににによりねあるる問についいててのの法的思考能力の高ささが示されている答案には別 その質問についてなんと必要な検討の一部がなくねそのことにより、えー、知識や理解が一部不足することが伺かわれるときでもそのことから直ちにね、答案全体が低い評価を受けることにならないようにしてるってことになるんでやっぱりそのね、勝負するところは勝負していった方がいいんですよね、えー。基本知識のところからそれを応用してね、なんか深いことができそうだなっていうふうにあの思えるようなところがあったらそこは勝負した方がいいんですよ。で、それによって多少細かい論点書く時間がなくなっちゃって、えー、現に答案に書かなかったとしても別にそれで不利に全体的にこうなるようなことはありませんからね。あとそ、まあ、そもそもさ 結構多論点型の問題が、ね、多いんですよでそこで問われてる、ね、あのことを、ね、最初から全部書くなんてあのよっぽどの知識がいりますからねそれ,ことそれこそ7年8年10年とずっと、ね、受験勉強だけしてればあのそういうのできるかもしれませんけど今そういう制度じゃないですからねやっぱり勉強始めて 2, 2年3年ぐらいでこう受かることを想定して制度を今設計されてるから基本的にその知識勝負ではないんですよね問題的にはね。だからやっぱりその本本当に基本的なところを をこう掘り下げて答案作るようなことを意識していってもらったらいいんじゃないかと思います、えー、特にねやっぱどん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 こういう健康はさらに顕著になってくると思いますよ令和4年令和5年といくにしたがってねさてで 今度ねちょっと中身の話なんですが、20ページをご覧ください、説問1に関してね、ね、まあ、判例がすごい重視されているということを分かってほしいんですよね。まあ、要は判例無視してなんか独自説勝手に書いてもね、ねあ,あんまりいい点数もらえないということがはっきり分かると思います、で20ページのところの、括弧こ1、説問1についてということで、要はこれはね、あの指図による占有移転で即時取得が認められるかというのが主,あの主の論点なんですよ、指図による占有移転でね、よくあのあの基本的には占有改定で即時取得できるかってよく勉強するじゃないですか、であれのまあちょっと応用的な話なんですけどね。まあ 地図による占有移転であの即時とかできるかっていうあの話なんですよね。で、この点に関しまして、20ページのね今のその2個目のブロックね、括弧1あの2個目のブロックなんですけど。 え全体としては請求1については、えー、あんまり事案気にしないでくださいとりあえず今ね、ね指図による占有移転で即時取得が認められるかという問題がじゃあ出たときにどういうことを気をつけなければいけないかということを、ね、分かってほしいんですねでそれに関して多くの答案が D に対して指図による占有移転の方法で引き渡したことを指摘した上で、まで、あ、ここは当てはめしないといけませんけどねもちろん、ね、指示による占有移転もあの条文に要件がありますから、まあ、そこはちゃんと当てはめしてもらってでそれを指摘した上えで,でこれによって即時取得が成立するかどうかをまあ検討しでまた九十三条による回復請求、まああ これあの動産が盗難された事案なんでね、まあ、仮に即時取得の要件を占有者が満たすとしても、まあ、2年盗難から2年間は193条根拠にあの回復請求できますので、まあ、そこのこともちょっと一緒に聞かれてるんですがとりあえず今ちょっとそこは気にしないでおきましょう <laughs> 193条の回復請求の回避に言及してたでそれぞれの根拠条文かっこ、ねえー、民法192条、193条から要件を抽出して適切に事案を当てはめているかこれあの採点基準、ねえー、で192条のでこれで差し支えによる占有移転でさ 即時取得ができるかどうかってこの専用を始めたという要件の解釈としてやってきますから。この点はあの専用改定と即時取得のところも同じですよね。専用を始めたという、あの要件解釈として、これをね、議論してきますよね。まあ、そういうことで、百九十二条の専用を始めたという要件に関する。で、やっぱね、判例の準則。あの、要は、あの、真の権利者に、やっぱり、そのね、その争う機会を与えないと。利益考量上、ちょっと、やっぱ、問題があると。そのね、即時取得を、やっぱ、成立させてしまうと。まあ、一方で、利益を得る人がいれば、利益を失、あのね、あの、損失を被る人が、まあ、いるわけですから。 そこを適切に調整するっていう観点からここでいう専用を始めたっていうのはいわ一般的に言うさあの動産の場合だとあの動産のぶ、ね、物件変動の対抗要件っていうのは178条で引き渡しで足りるんだとでその引き渡しの中には、まあ、現実による引き渡しのほかね、まあ、簡易の引き渡しや占有改定そして差しによる占有移転が含まれるっていうのが一般的な見解なんですけどもでもまあ即時即の場合はね、まあ、そういった事案ではなくてやっぱその権利を得る人と失う人とがいてそこの利益を適切に調整しなければいけないんだってことでここでいう専用をは っっていうののはやっぱその外から見てその占有意見がわかるような対応のね、えー、ものじゃなければいけないんだっていうのが一般的な理解ですよね。でそれが判例の言葉で言うと、えー、このね一般外観上従来の占有状態に変更生ずるがごとき占有、えー、を取得することねこれがその占有を始めたっていうまあ要件なんでこれを意識してねあの 検討を行っているかどうか、これがまさに評価の分かれ目ってなっていくんですよ。だから、まず判例のフレーズね。まあ、判例の通り、この判例の趣旨に合うようなフレーズであればいいと思うんだけどね。とにかく、まあ専用の移転が外から見えるかどうかって。ところがここすごい大事なところなんでね。真の権利者にやっぱりその、ね、権利を失う人にですね、えー、そのやっぱり争う機会を与えてあげるっていうのが利益考慮上、とても大事なまあ話になるので、まあ、判例のこの固い言葉そのまま使わなくていいんだけど。でもその趣旨がやっぱり現れているような。やっぱその要件解釈をねしてあげなければまあいけないって話なんですよ。で、その要件解釈する前提としては当然のことながら、その判例を深くまあ理解してることが前提になります。 ので、まあそういう意味ではやっぱ判例の勉強ってすごい大事なんですよね。でこの点ね、あの面白いんですが、これに関連いたしまして、ちょっと採点実感のね、冊子のね、ちょっとページ飛びますが、ええー、二十七ページをご覧ください。 27ページです。で、27ページの縦読んでね。あのこれ法科大学院における今後の学習において望まれる事項ってこれすごい大事で。あの要は受験生にもあの求められているものってね。あの思って読んでもらえると点数が上がりやすいんですよね。別に法科大学院関係なしにね。あの予備試験の受験生でも、司法試験の受験生でも、まあ法科大学院関係なしに、えー、自分たちに求められているものだと思っといてください。で、この点、あの2個目のブロックさらにという段落なんですが、えー、これがね。今の試験の傾向です。さらにほら。 ね、本年も昨年と同様だからずっとしばらくこういう傾向続いてるんですけど、えー、本年も昨年同様判例を参考にすることでね、えー、深い検討を行うことができる問題が出題されていると。で 効率実務における判例の理解検討の重要性を再認識していただきたいだから今後もやっぱりね判例を重視した出題がされるはずなんですよねで3行目のところ「括、え、弧、ー、書きね判例の取った論理や結論を、まあ、別に牧収することをね、まあ、推奨してないと別に何の理由もなく無批判になんかそれを受け入れることは別にそれは推奨してませんよとですが判例と異なる見解を取るのであれば判例を正確に指摘して 批判をするることが必須ってて書いてあるんだよねだから結局判例無視して何か書いてもやっ司法試験とかねあとも予備試験もどうせ趣旨一緒なんですよ結局のところねはっきりこうやって書いて,書いてくれるほど長くは書いてくれないけど、まあ、結局ですねその判例を無視したやっぱり議論をしても実務家としては役に立たないからね将来皆さんこれ学者になる試験じゃなくてやっぱこの法律の実務家になる試験でまあ、ありますから、まあ、そういったっぱその判例がまず大事なんですよねただ判例を黙秘することが求められてるわけではありませんからね判例もやっぱりいろいろ問題点ありますから、まあ、そこの問題点指摘して判例と違う見解 取るっていうのは十分まあ、あり得るわけなんですけどでもまあいずれにしろ結論として判例と違う見解を自説にするんであれば判例をちゃんと指摘して問題点をしっかりとねそこのところを炙り出してあげないとまあいけないって話になってくるんですよねまあ、その手間考えるとまあ正直あの判例で書いちゃうとか楽なんですけどだけどまぁやっぱりねそこのところはあのケースバイケースでまあ多論点型の場合だとまあ判例そのまま乗っかってくる、まあ、自分がもう判例 のことを、ね、別に賛成してなくても正直判例に乗って書いちゃうほうが楽なときありますけど、まあ、論点が少ないような問題ですねあの科目とかね、まあ、そういうときはやっぱその判例の問題点指摘してあげてでそれでまあ説得的なまあ学説ねあの変になんか自説作っちゃダメだと思うんだけどね、まあ、判例踏まえて、えー、その判例の問題点指摘してで学説参考にまあ自説を展開するといい点数がもらえる可能性が出てくるんじゃないかと思いますねというわけでここねあのもう判例の勉強はとにかく第一全科目的にそうですから基本的にねねただだ、ね、ちょっと後で言うけけど刑法だけね 刑法はねね結構学説も大事なんですよ、ね、刑法だけちょっと特殊なんですけどあの、まあ、でもそれ以外の科目は基本的にもうめちゃくちゃ判例重視してますので、まあ、今後の勉強ね学習日頃のインプット学習するにあたってはやっぱ判例しっかり、ね、勉強していただきたいなと思うんですよね。あとねちょっと1点大事なこところがありまして26ページのところのカッコ4 えー、全体を通じて補足的にして、あこれ、今ね、採点実感の写真になります、採点実感の写真の26ページのね、各4、えー、全体を通じて補足的に指摘しておくべき事項っていうことであの出てるんですけど、1個目のブロックの下から2行目ですね、その上で本年の答案を見て、特に感じられたことについて、いくつか指摘しておきたいってあの書いてね、まあ、試験講ー員のちょっとこう感想を書いてくれてるんですが、実際の受験生の答案についてね。で特に大事な 次ののブロックですすこここ第1、とというところになりますこれちょっと点線引いてあるのは、ね、悪いとはの例です、こういうのやっちゃうとやっぱ合格しづらくなりますのでやらないでくださいって話なんですけど、えー、特定の法律効果の発生の有無を検討することが求められているのにさっきの,あの即時取得の話ね、ね、まあ、結局、即時取得が認められるか認められないかというのが1つの争点になるんですけど中間争点になるんですけどそこでほら指図による占有移転があの専有を始めたらどうなるかって、まあ、確かにそれメイン論点になるんだけどそれだけ解決してさで即時取得が認められるってやっ,ちゃったら絶対まずいわけですよね。 ですから、まあ、そこのところは言ってますね。えー、なんで？ まあ、いわゆる論点に、ね、飛びついてそこだけであの終わりにしちゃうとあのよくないんですよでそこで、えー、第一にともまいく読むと、えー、特定の法律効果の発生の有無を検討することが求められているのに、ね、今回だったら即時取得の、ね、効果が発生するかどうかということですよでその基本的な要件が満たされているかどうかを検討せず事故が主要な論点を考える部分のみね、えー、論ずるものが散見されたと例えば説問1においてねサイズによる占有意転によって即時取得が成立するかを深く論ずること自体は良いとしてもそれのみを検討しね即時取得の他の要件に触れないまま 安易に請求権のの発生を認めるとはねねこれ悪いとはの例ですから、ねえー、それからその方、えー、この後ね補足してますけど法律効果を発生させるためには法律要件が満たされていなければいけないという、まあ、当然の基本的原則を常に、ね、で明記するまで必要があるって書かれてるからよっぽど強く言いたいんですよね将来の受験,受験生に対して <laughs> よっぽど強くあの言いたいところはやっぱり必要があるって書いて,書いてくるからあのいろいろね採点時間って語、ね、尾見るとねどれぐらいそれが受験生に望まれてるのかっていう程度があの見えてくるんだけど必要があるとか必須であるっていうのはねこれ絶対やんだけどね。に対して まあ望まれるるるととかかちょっと柔らかい表現してる時があるんですよねこれはできたらやってほしいなっていうところだと思うんだけどこれはまあ能力次第だよね余裕がある人やればあのそれをやんない人と比べていい点数取れるんで、まあ、合格しやすくなるんでね、まあ、可能だったらやったほうがいいんですけどでもまあ 必須のところは誰もがやった方がいいんですよね。まあ、そういうい感じでちょっととねね気をつけてくださいこここのところ、ね、ちなみにここには書いてないけど他の、まあ、要は過去の採点時間全般的に見ていくとあ,のある法律効果の発生を否定する場合ねその場合は時間との関係でね試験時間との関係でまあその結局、充足性各要件だけ指摘すればさ、まあ、要件1個書いたらもうあの法律効果発生しませんから基本的にはね <laughs> だからまあそういう答案はありなんですけど、まあ、その法律効果発生させるような結論を取るような時は当たり前のことですけどその要件全部充足しなければいけませんから <laughs> まあ,あのあ と,ところをね。気をつけて、まあ。ま答案を書いてほしいということになりますね。さて、じゃあこれがまあ民法の注意点ということで、えー、よろしくお願いいたします。さて、じゃ今度ね、えー、採点実感。次のページ行きまして、28ページのとこですね。今度商法。 のところに行きましょう商法のところです28ページ商法に関してねちょっと今後の試験に役に立つところをご紹介したいと思いますでまずね28ページの縦に採点方針および採点実感って書いてあるまあ、見出しのところなんですけれどもでねどういうあの答案が求められているかということでとこのね今のね縦にのね 一段落目の下から3行目でいいです、えー、このね。精度の趣旨等に照らし、条文解釈。最近全般的にね。これやたら言うようになってきてますね。条文解釈をね。あの要は論証パターン集とか、そのままのなんか論点だけ書いて終わりにするような。答案ってあんまり評価されなくてね。やっぱその問題となる制度なんか問題となる点をね。やっぱその条文からこう発見して条文の解釈って形でこうね。議論展開していくことが、最近もよく全科目的に求められるようになってんですよね。求められるようになってます。まあ、そういうことで、まあ、制度の趣旨に照らして。条 条文を解釈している、まあ、答案ですね、こういうのがやっぱり高い評価を受けますのでね、まあ、その他いろいろこのね、事案に即して具体的な検討っていうのは当たり前のことなんですけど、まあ、あのこういうところね、えー、でもまあ特にね、事案に即して具体的な点検討なんてもう誰でも分かってるでしょう、まあ、実際できるかどうかは別ですけどね、あのまあ、でもまあこれが大事だってことは頭の中では分かってると思うんで、ここは私が今ここで言う,言うことじゃないと思うんですけど、この条文ね、やっぱその条文解釈スタートでいけるところは必ずね、条文解釈してってほしいんですよね。前科目的なそういういこと言っ,て、ま、言ってますからね過去の採点実 見ていくとそういうのが分かってきますからさてでえっ、ー、とちょっと中身の話をじゃあ少しだけするとやっぱり判例学習がすごい大事だということが分かりますで、それが例えば29ページの ところなんですけども要は利益相反取引の間、ね、接取引の効力が一つ論点であの聞かれてるんですがでそれに関しては、ね、やっぱその有名な判例があるんですよでその有名な判例をちゃんと理解してない人ってやっぱ適当に書いちゃうじゃないですかそれがもう最悪なんですよねやっぱその判例学習すごい大事なんでその適当に書いちゃうと本当に良くないってことがここで分かってほしいんですよだから日頃の勉強はやっぱ判例を頑張ってほしい他の科目と同じようにね。でそここででページのこの、ね、かっこいい一番上のところ、ね、かっこいいで始まってるあの 段落のとこです。で、ここね。1段落目だけご紹介します後者、えー、の上記丸1の主張の投票を論ずるにあたってはで事案の中身も今日踏み込まないので、あのまあ、なんかあ。こういうことが大事なんだって。ちょっと抽象的に分かってくれればいいんですが。本件、連帯保証契約が利益相反取引。 である間接取引に該当しこれ基本知識であの典型的に学ぶこと、ねあの会社のね取締役が事故の債務を会社に保証させるんですよ、典型的なもう条文上も典型的な間接取引になっているやつだから、それが出てるんですよ、誰しもが間接取引しても、条文見たら気づくあの事例ですで、それに関してえまあ今のね2行目、間接取引会社法356条1項3号に該当し、し、取締役会設置会社である公社においては、その取締役会の承認がまあ必要だったと、365条1項ね、え。ー 取締役会の承認を得ていないことを指摘する必要があると、でその後なんですが、その要は必要な手続きを経ていない利益相反取引の効果、どうやって考えるかに関してなんですけど、有名な判例がありますからで、それが次のブロックのところになります。続いてっていててとうここでで始まってるんですけどね,でこれね例 をやっぱり理解ちゃんとしてないと良、ね、くないってことここで分かってほしいのね、続いてのところです、えー、取締役会の承認のない間接取引の効力について、でこれね、昭和43年の最高裁、これはもう本当に気温中の気温ですからね、43年最高裁ね。えー を踏まえて検討するるここととが求められるってことね多くの問は上記判例が採用したとされる相対的無効説を意識して論述していたものと思われるがただね一見なんか相対的無効っぽいことが書いてあるんだけど判例の趣旨を理解してなないからね変なこと書くんですよでそれがどういうことかっていうとこの4行目上記判例を正確に理解しているものもあれば上記判例をねこの点線とかはもう悪い問案でです上記判例を十分に理解していると評価することができないものもあったとで,でこの例えばのところ今皆さん自分読んでねなんでこれが悪いのかって分かんない人 人はね、やっぱ基本ができてませんからねだからこれ今基本のチェックができるからこここのところね悪いとはの例なんですよ相対的無効を取るにあたってこういうことをやっちゃうといけないということでねで例えば会社の内部的意思決定を確認すぎないとか、まあ、代表取締役は株式会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有するあるいは取引の安全のためといったまあ理由づけをした上でね、えー その取締役会の承認のない間接取引は、まあ原則で有効であるものの。相手方が悪意または重過失であれば、まあ無効になるといった論述は、これやっぱその判例をね、正確に理解しているものと評価することはできない。とというこであんまりいい点数もらえないんですよね。だから。まあ相対的無効説取ってるっていうのは、もう誰でも知ってるんだけど。その趣旨がね、ちゃんと理解できてないと、正確にその書けないんですよ。別に一言一句書けとか、そういう話じゃないですよ。あの、その相対的、判例が言うところの相対的無効説の趣旨が、まあ分かってると、何が原則で、何が例外かっていうところね。そこのところが、ちゃんと理解、まあできるわけなんです。 ですよね、でこの点に関しては、ね、基本的にはその手続き違反の。あのえー 利益相反取引、間接取引やっぱはまず直接取引と間接取引分けてるんですよね、最高裁は。ねまず直接取引はさ、利益相反取引自らしている取締役の取引の安全なんか守ってあげる必要ないから、当然無効なんですよ。に対して、間接取引の場合はその契約当事者が取締役以外の人が取引相手になっているから、その人の第三者が結局取引相手になってますから、取引の安全配慮しないといけないんですよね。だけど、判例はその手続き違反の間接取引の効力に関しまして、まず基本的には無効だというに考えてるんですよ。 ただ、その取引の安全っていうのもやっぱり大事ですから会社がその第三者に、まあ、無効を、ね、主張するためにはその悪意を主張・立証しなければいけないみたいな感じで、ねまあ、あとは学説上、解釈上重過失ていうのは心理則上悪意と同意されますから、まあ、判例は重過失という明確には出してませんが、まあ、別にその悪意、重過失を立証して、ね、悪意または重過失を立証してその無効を第三者に主張できるっていう解釈論もありだと思うんですが、まあ、いずれにしろちょっと今、ちょっと細かい話を少ししちゃったけどね何が原則で何があのこう、ね、あの例外なのかというと基本的に原則が無効なんですよね。 こうみたいな風にやっちゃうと、そのやっぱ判例を理解してないという風に取られてしまいますので、そういうところをま気をつけてほしいなという風に思うわけですよね。ちなみにさ、この例えばのどあと何でダメだかわかりました。これこのフレーズも別の論点だと使うじゃないですか。ね。 でこれどういう時に使うかというと、特にこの太字のところね、ね会社の内部的意思決定を確認すぎないとかさ、さ代表取締役か、株式会社のほら業務に関する一切の裁判所、裁判外の行為する権限をする、これどういう時に使うかというと、これ原則有効の時に使うんですよ。原則有効、例外無効の時に判例、原理使ってますから、あと学説もね。えー、だけど今回みたいにその原則無効の時にこういう理屈はまあ使わないでしょう、ね、有効にする方向の理由付けですから、ここのところね。だからそういう点で、やっぱその規範の趣旨っていうのをまあよくね、インプット段階のところであの理解をしておかないと、 書いいてももねねやっぱり1点数もらえないんですよ、ね、だそういう点では今のところから見ていくとさ、まあ、今、憲法、えー、そして行政法で、で、えー、この民法、商法って言いましたけど全部、判例がめちゃくちゃ重視されてますよね、特に最近やっぱそういう傾向で今後もどんどん強くなっていくと思いますよ、受験期間がやっぱこう短くなってくることに従ってそうするとどそういう、ね、短い期間の中で何を勉強するべきかったら、やっぱ実務課登用試験なわけですから、判例の学習がやっぱ最優先になりますから、だからそういう点では今後ねこういう傾向が顕著になってくるんじゃないかと思います。ただ実際受験生がま まだ、ね、まだ対応しきれてないところがあるから、合格者の再現等はなんか見てもね、多分十分まだ対応できてないんでしょうけど、だけどまあ今後、徐々に徐々にこう対応できる、対応されるようになるはずなんですよね。でそれを皆さんがいち早くその、例えば今度の試験で対応してもらえれば、まあ、対応してない人との関係で皆さんがいい点数もらえますからね、だらそういう点で合格しやすくなりますから、まあ、判例を意識した勉強を、ね、日頃からやっていただければというふうに思いますね。あとね、あのちょっと少し細かい話になっちゃうかもしれないけど、あの30ページのところなんですが、 あのいろいろ、ねまあ、相対的無効説あの例えばこれち読むと,、ね、と時間かかっちゃうから、ね、大雑把な話で、ね、30ページの例えば、括弧への,、えーこのねえー、一段落目のところとか要はあの相対的無効説を取るとさ、まあ、相手の主観っていうのを見ることになるでしょ取引の相手方の悪意とか重回数とかを、まあ、見ることになるんですけどその対象何が悪意の対象なのか何が重回数の対象なのかというところを、まあ、意識意識よく、ね、意識しないといけないんですよ。ここののの点は別にに問題に限らずか過去のあの <laughs> 採点実感等でもあの指摘されて てますのでね平成26年の司法試験なんか、かなり丁寧に採点時間のほうで指摘されてたとは思うんですが、あのそれを、ね、あのちょっと気をつけてほしいんですよね。ちなみに、えー、これ、基本知識のことになるから、ここちょっと特に言いませんけど、例えば、利益相反の取りところでの悪意または重過失の対象はなんなのかというと、まずその問題となる取引が利益相反取引に当たるということでしょ、相手方,がつ相手方の立場において、何についてのその悪意、重過失が問題にされるかといったら、まずその問題となっている取引が利益相反取引に当たるということと、さらにその利益相反取引に当たって、でかつね、あの 必要なな手手続きが取られてないってことこですよ相方方会社の方でね、えー、そこのところについて、まあ、悪意だということはあの検討しなければいけませんね。あとちょっと細かい話かもしれないけど本件あの,その利益相談取引の内容がね、さっきちょっと見た通りあり、連帯保証の事案なんですよ、で判例のその保証っというのも最終的には会社が債務を負う可能性が出てくるという点であのその、多額の借財に、ね、当,たる当たりうると、まあ、もちろん多額じゃなければいけないんだけど、その多額の借財というところの、まあ、借財に当たるんだというあの立場を取ってますから、で本件、やっぱりその多額の借財にあの必要な手続き取ってませんから、その点のところもその悪意とかね、 まず多額の借財の該当性とその多額の借財をするために必要なその相手方会社の取締役や決議ですね、まあ、そういったところについての,その悪意またはその重回数、まあ、そこのところのまあ検討が求められてるって話になってきます。要はあの今ごちょごちょ言っても多分分かんないと思うんで何をここで抑えておいてもらいたいかっていったら要は結局第三者の保護要件がいろいろね善意だ無重回数だいろいろ言われてる時はその対象をね何についての,その悪善意だ悪意だ重回数だっていうのを見なければいけないのかってことをよくインプット段階でそこを意識しておかなければいけないって 話なんですよねそこをなんか無視してなんとなく適当に悪意で重回ったまやっても,やっ,てもやっぱ本番の試験では一切評価されませんのでこれはもうインプット学習で気をつけておかなければいけないことなんですよね。まあ、というわけでそここのところ,をよろしくお願いしますさてで、えー、と不良の答案ちょっとご紹介いたしましょう31ページのところですが、えー、31ページ採点時間ね、えー、かっこいい不良に該当する答案の例司法試験の答案って4ランクに分けられるんですよ。優優秀秀なな答答案案一番上優秀な答案 で次にまあ良好な水準で、その後一様の水準、で一番最悪なのはこれ不良の答案なんだけど、この不良の答案、これだからこういうこと当たること絶対やっちゃだめなんですね、皆さんがね。で、例えばその不良の答案の3つ目のブロック、ほら取締役会の承認のない間接取引の効力について、判例を正確にやっぱり理解していない、で何が原則で、何がこうね例外なのか、まあ、そこをやってないと、もう不良の答案ですよ、一番最悪の答案、分類されて。 しまいまいすからねそれから、えー、このね1個飛ばしてねかっこいいのを項目で言うと下2つのブロックをご紹介しましょう、まあ、下から2つ目のブロックですが本件年代保証契約の相手方であるオツ社のまの、あ、主観面の検討するにはねさっき言ったように第三者保護 要件を、ね、検討するときはやっぱその、えー、何がその、ね、悪意とか重過失の対象になっているのかということを意識しなさいと言ったじゃないですかそれを、ね、意識していない答案はやっぱりあの不良な答案になってしまうんですよねこれやっぱ過去の採点時間でも言われていることだからねここはあの絶対守らなきゃいけませんよね。まあ、ちょょっと読みましょうか 本件連帯保証契約の相手方である落ちた主観面を検討するにあたり本件連帯保証契約を締結することがまずほら悪意の対象して、ま、間接取引にあたることですよね、あとまあ本件ちょっと多額の借財も入っちゃうんでねちょっと1つ増えますけど、まあ、多額の借財に該当すること、えー、でそこについてね全く検討してないとダメですあともう1つ、次のブロックなんですけどほらその必要なやっぱり手続きが取られていないことねそこもその悪意等の対象になってくるのでそこの検討も必要になってくるんですよ。まあ、そういうことで、えー、取締役会の決議がないことを知らなかったことについての、まあ、過失はこれちょっと学説次第でしょうね。 基本的には。 刑経過つ、商法の世界では取引の安全がすごい徹底的に重視されて、経過室があるに過ぎないような相手方っていうのは、まあ、民法の世界では保護されないことも多いんだけど、まあ、商法の世界では保護されるっていうのがあの一般的な見解なんでね、ね、まあ、でもまあ民法と同じように扱って、刑かしつ保護しませんよっていう見解も一応あり得るんで、まあ、ここはそのどの見解を取るかによって違ってくるんで、でそれはちょっと今日あの話すには細かい話だから、ここはもうやめときましょう。で、いずれにしろ、その第三者の,、ね、その主観の対象ですよね、まあ、そういう点で、まあ、取締役の決意がないことを知らなかったことについてのまあ過失また は重回数のも検討するにあたり、後者と落ち者との力関係など、あるいはね、いろいろここのところを認定するにあたってヒントになるような事情が散りばめられてたんですよ。なんでそこをやっぱりね、気をつけてね、慎重に検討してもらえたかって話なんですよね。で、やっぱり、ね、これも過去問の傾向なんだけど、特に重回数の認定ね、全員悪意っていうあのもうはっきり白黒つけられるレベルのところじゃなくて、その注意義務違反の程度が問題となるような、そういった重回数の ところねそこに認定するにあたっては過去問の傾向からしたらやっぱそこに何かこう関係するような事情っていうのがいっぱい書いてあるんですよね。で今回の問題もそういうあの問題だったんですけどそういう時はねそこに相当な拝点がまあされてますから、えー、まあ、ある意味会社法ってまあ商法の科目っていうのはさまあ、多論点型の時が多いんだけどなんかちょっと細かい論点落としちゃってもこういうところはあのしっかり書いとけばちゃんと十分合格点にあの届くんですよね。だかかからここここううううういいいとととろろででで勝負してほしててななな年度以降の試験もねこういうところで基本的は論点聞かれてるような時でかつ問題文 の事実関係がねその要件についてなんかいろいろ問題になりそうなあ事実関係がいっぱい書いてあるのときはもう何でもかんでも知っていることを書かなくてもいいからそこのところをこうね、勝負するような感じで答案作ってもらったらまあ合格しやすいんじゃないかというふうに思いますねさてじゃ商法はねちょっとこれぐらいにしておきましょうちょっと時間の都合でね今日はこんな感じで商法はさて今度民訴法に行きましょうかね40ページのところですね民訴法ですでまずね、民訴法は40ページのところの縦1の えー、ところで、えー、まずちょっと一般的な話をしましょうか一般的な話としては縦1の1個目のブロックの、えー 3行目からいこうかな、いわば2段落目のところですね、本文においてはとてところなんですけど、本文においては、でやっぱ、ね、傾向例年と同様、受験者が丸、まあ民,法の民事訴訟の、ねえー、基礎的な原理原則概念を正しく理解し、基礎的な知識を習得しているか、だからやっぱ、ね、あのさっきの商法のところもそうだけどさ、さ利益相反引のあの判例ね、ねあれを適当になんか相対的無謀だってのをよく理解しないまま、何が原則、何が例外かって理解しないで適当にやってるんじゃなくて、民訴法の世界も一緒なんですよね、基本的には基本知識の正確な理解、ここをちゃんとやっておかないといけません。でそして これらを前提としてね。設問で問われていることを的確に把握してね。まあ、基本知識ができてないと、まずこの的確に把握することができませんからね。それでなんか変なこと書くんですよね。聞かれてないことをグダ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 書いて結果点数もらえないっていうことになっちゃうんですけどね。だからま丸1と丸2ってやっぱこうすごい関連性が強いですよね。丸1ができてるからこそ、丸2ができるって話になると思うんですけど、まあいずれにしろその的確に把握し。 で、これが大事なの。それに正面から答えてるかってすごい大事なんだけどね。よくね、あの受験生でこう独りよりの人がこう、まあ、いてね。自分は知識持ってるんだぜってことをさ、あの、その、しかも、それを試験の場でひけらかしたく、なんかなっちゃったみたいで。まあ、いろいろ聞かれてないことを書いちゃうわけですよ。だけど、それで、まあ、やっぱり。問われてることを理解する学力がないって、ただ思われるだけだしね、えー。問われてないことを書いたって、そこもともとって配点されてないわけだから。あの、何の得にも、まあ、なんないわけですよね。なんか、そこを書いたきは助かるんじゃないかって、そんなことはないです。あの、配点が、もう、されてませんから。その、問われてないことに対してはね。なんで、そこで、ちょっと。 負けしてくれるとかそんな甘い世界ではありませんから、あの。 こここのところね基礎を固めてでそのもう問題文見てね何が問われているのかっていうのを理解する能力をつけとかないといけないんですよね。でだから問われていることに正面から、ね、答えてるかっは、まあ、一見、当たり前のことなのかもしれないんだけどそのためには、すすが大事なんですよねまず基本的な知識ねそここのところをしっかり理解しておかなければ、まあ、外しますから何聞かれてるのか理解できなくてねで延々変なこと書いてあの結果、そんなの言っ点ももらえないことですからあの時間のただ無駄になりますからね、まあ、そういうことをやらないようにしてほしいなということですねで今度 ③ です。 これも当たり前のことなんですけど、抽象論に終始せずね、えー設問のやっぱ事案に即して、ね、具体的に掘り下げた考察ということこれこれも全科目的に一緒ですここのところね論文試験ってのはやっぱその事案処理の能力ね基本知識を踏まえて事案が処理できるかどうかっていうあのところを試す試験でありますからまあ当然のことながらこのね具体的なこの事案の検討っていうところがまあ非常に大事になってきますからここをよく意識してくださいまあ丸三がでも大事だな多分皆さん分かってるんだよね頭の中でねやはやっぱりこの丸にねあの問われてないことを延々と書いてもな の得にもなりませんからね配点がされてませんからおまけで点数くれる甘くないですよ司法試,試験ってさ1科目100点満点なんですが実際にはその絶対値でいうと半分の50点取れれば結構上位の方で受かるんですよねでそうなってくるとさ1点って大きいじゃないですかでそこで問われてないことを書いて1点くれるような甘い試験じゃありませんからねあと予備試験はね1科目大体50点なんですけど、まあ、実際二25点も取れれば、まあ、結構まあまあの順位で受かる合格できちゃうんですよ論文試験ねでそういった実際25点のところで勝負してるような試験でね聞かれてないこと書いてねおまけで一点くれるほど甘い世界ではありませんから だからそういう点で、まあ、余計なことを書かないようにするためにその前提として基本知識の理解をちゃんとしておかなければ、ねまあ、いけないということになってきますね。 さてで今度ね、ね縦に採点方針とというところを見てください、えー、これは意識しておくとねあの違うと思いますよ、意識してない人と比べるとね、ね捜査員の,、まあ、交際の,あのお眼鏡にかなった答案作りやすくなると思いますからねでそこで、えー、答案の採点にあたってはねどういう視点で採点してくれてるのか分かっておいたほうがいいです、えー、基本的にはね今見た上記丸一から丸三までの点をまあ重,視重視してますからね、ね非常に大事なんです、まず上の3点ね。ね、えー、で 本,本年においても問題文中の登場人物の発言等において受験者が検討し回答すべき事項が具体的に示されているとここめちゃくちゃ大事ですねあのまあ実はねこれ説問3つあるんだけどどれも典型的な論点なんですよだけどその典型的な論点をただ事前に知っていることを書けばいい点数もらえるような試験にはなってませんまあ論文試験ってそういうものだからねえでどういうことをこう深く掘り下げていかなければいけないのかっていうのはやっぱ問題文にいろいろ指示誘導がされてるんですよえ論文試験っていうのはね 多、えー、かれ少なかれ程度問題はある。 ありにしろ必ずその検討すべき視点が指示誘導されてますから、うん、全科目的にね予備試験も同じなんですけどねでそこをねよくねあの見抜いてそこを答えていかないといけないんですけどその登場人物の発言とだかからあなんか事前に準備した論点が出たって,ってそれですぐ飛びついちゃいけなくて、えー、その拝点割合も見てねあ典型的な論点なんだけどこんなにたくさん拝点されるんだってことはこれ知っていることそのまま書いても点数になるわけじゃないなとてことが予想できますので、まあ、そういう点でねしっかりとね、えー、その検討すべきことを解析するってことが大事になってきます。で この点に関しましてですねちょっと,、えー、と説問1を題材にちょっと見ていきましょうか42ページを開けてください。 あの引き換え給付判決がさ242条に違反するか、要は論点的にはもう典型的な論点、質問1、ね、引き換え給付判決が、ね、242条あるでしょ、あの申し立て拘束原則ってよく抽象的には言われますけどね、ね裁判所は当事者が申し立てない事項を判決することはできないんですけども、もそれに関して、えー、もう典型的な論点なんだけど、でも、配点がね40もされてるのね、100のうち40もされてるから、その知ってることそのまま書いていいわけない,っていうのはねもう分かるんですよ、配点割合見たらね。でこののに関しましまて42ページの、ねえーえー 1>, 1個目のブロックの1段落目のところなんですけども、設問1ではまず課題1として、X が Y に対して、要はあの建物の明け渡し。あのと 建物宗教土地開明け渡し、ね、賃貸借契約の終了で、えー、建物宗教土地開明け渡しの、ね、請,請求の事案なんですけど、X と Y に対して1000万円程度の立ち抜き料の支払いを申し出た上で、えー、1000万円の立ち抜き料の支払いと引き換えに本件、建物を宗教して本件、土地を明け渡すとの判決を求め、ね、要は引き換え判決を求めてます。でさらに、でこの後、ね、あのね、先にちょっといってみましょうか、あの引き換え判決のお、ね、適法性でどうやって判断するかというの基本知識じゃないですか。要はあの、ね、先ほどの200ねあの 62条になりますけど要は原告の合理的よくね抽象的にはさ原告の合理的意思に反せず被告の不一致にならないかっていう話になってくるんだけどここをね深くあの掘り下げるようなあの、えー、問題が出てるんですよねでちょっと見ていくと、えー、このね当事者の原告の意思を、ね、探らせる問題が出てきました要は結論先に言っておくと原告の意思がはっきり分かんないんですよ問題文にいろんな原告の気持ちが書いてあってはっきり原告の意思が分かんないんですよね でそうなってくると、まあ、結局、ね、判決内容が264条に反するかどうかっていうのはその判決内容が原告のまず合理的意思に適合してるかどうかってことを見ないといけないでしょ被告の不一致どうのこうのっていうことを見る前にねでその時にその原告の合理的意思でその合理的な意思単なる原告の現実の意思じゃなくてその合理的な意思っていうのは何なんだっていう話になってくんですよねでその合理性を誰が判断してるかっていったら基本的には裁判所が判断しますからその正当な自由があるのかどうかっていうところはねだからそういう点で実際の原告の言ってることをまあ指摘するとちょっと本当の意思が分かんないってことを指摘してでそれで いろんな法的な評価を入れてじゃあ合理的な人はこうなんだってことを検討させることが求め,求められている問題なんですよだからこれ、単論点でそれ,これだけなんですよね、論点がね。えー、その増額判決、あで結論からしてその原告が立ち退き料1000万出すってあの訴状で書いてでその訴状も陳述してるんですけどいろいろ期日で裁判官に急、ね、釈明されてですね、まあ、実は1000万というのはあんまりこだわりがありませんで、えーまあ、実は、ね、早期解決が図れると思ってそれで1000万というのを提示しましたけど、まあ 今となってはもう早期解決が図れませんからなんかもっと少なくてもいいんじゃないかと思ってますとただ一方でやっぱりその建物を空け合わせてもらえることが一番大事ですから、まあ、裁判所の方が必要であるというのであればもっと出す準備はしますみたいなこといろいろ言ってるんですよねだからそういうところからすると、まあ、本当に原告の意思というのが形式的には分かんないんですよでそこをまず指摘するとでその後裁判所の目から法的に何が合理的な意思な,なのかということをしっかり検討していかなければいけないんですけどで事前に、ね、こういう過去を見てないとさこういう質でまさか問題が出ると思わないじゃないですか普通に。 その非階級判決のことが聞かれたらさ、まあ、今までのノリで言ったらさ、まあ、原告のクオリティに反せず被告の封鎮にならなければいいみたいな感じのことをちょっと形式的に考えてさで、まあ、なんか原告が実際に言ってる言葉だけただ捉えてさしかも自分の都合のいいところを大体捉えますからねあのこういうあの問題が出てるってことを知らないとおそらく自分が導きたい結論の都合のいいところだけ取ってさであっさりその実際の意思を探ることなく実際の,その原告が、ね、言ってるようなあの言葉から原告の意思が読み取れるかどうかってことを検討することなく自分の都合のいい事実だけを取り上げてこれが原告のて。 合理的事態みたいな感じでやっちゃう可能性が出てきますよねだけど今そういうことを許さなくなってくるんですよねあのこの問題単論点でしかも拝点が40もされてるっていうことで そこのところをしっかり検討させる、出、え、題、ー、がされてるんですけど、だから試験の傾向、こうなってるんですよ、まあ、さっき言った通りね、今、あのこの少ない知識をねあの、基本知識、深い知識があることが前提になりますけど、その少ないね、範囲の深い知識をもとに、まあ、掘り下げた、その考察をすることができるかどうかっていう、能力を試すような形でシフトしてますので、まさに典型的な感じ、ちなみに今日はちょっと時間がないからやらないけど、説問に説問さんも典型的な論点が聞かれてるんですよね、説問になんかあのあの訴訟証券のさあの、例の昭和40年代の有名な最高裁判決の事例、ほぼそのまま出してきてるし、あ も,もちろんねいろいろとこう誘導されてるからそのまま知ってることを書いてもあの答えにはなんないんだけどでも聞かれてること自体は事前にもう誰しもがね準備してるようなことなんですよね。説問さんは、ね、時期に遅れた攻撃防御方法の却下なんですけど、まあ、それも当然あのそのね却下要件なんてのは事前にインプットで、まあ、やっていくるようなことなんで、まあ、知らないところから何一つ出てないんですけどだけどやっぱそのねいろいろ掘り下げた。 考察がこう求められるるよようになんですよね単論点なんだけど、配点割合が高いんですよ、そうなってくると、なんか論証を貼り付けて、そのまま形式的な当たり目しただけでは、十分に配点、ね、予定された配点の点数を取れないなってこと、気づくと思いますので、まあ、今ね、試験の傾向、こうなってます、ここを意識してください、これ意識してるのとしてないので、全然、答案の違ってくると思いますからね。えー で一応ちょっと読んでいきましょうか、えー、と今度ね42ページの 2, 2個目のブロック見てくださいあの次にっていうところで始まっているところですね今の喋ったこと私が喋ったことをこういうもの読むと分かると思います、えー、次にっていうところでね今私が喋ったことが、ね、あの書かれてます、えー、次に上記の道場の趣旨ね要は246条の趣旨なんですけど、えー、特に丸一の観点というのはその原告の意思ね原告の意思です丸一、えー、の観点から増額判決の拒否について検討することが必要となるということねこれ要はね裁判所が要は原告が訴状でまあ1000万出すっていうふうに書いてあるんだけど裁判所としてはこれ ねあの釈置釈遣法上のあの正当な自由が認められるためにはまあ一千万じゃ足んないということでまあもっと出せっていう判決を出せるかどうかっていう話なんですよねでこの時に原告が申し出てるまあ額一千万なんですけどまあそれと格段相違のある額を超えて増額判決をすることが二百四十六条に反するかどうかってことでちょっとひねりを入れてきてるんですよ判例でもそういう判例はないのねあの,その今の控級判決のあの判例有名な判例ありますけどあの判例とやっぱ事案が違うんですよねあの判例は原告が申し出て額と格段相違のない額での控級判決がされた 事案の判例なんですよねだけど今回の事案はその判例の事案とは違って原告が申し出た滝抜き量の額と格段相違する額の範囲を超えた額の引き換え級判決ができるかどうかってことでひねってますから,からこれをなんか意識しないであ判例の事案そのまま出たみたいな感じでやっちゃうとねこれもう全然問われてることに答えられないことになってしまいますから。 まあそういう点を気,気をつけてほしいと。でそこで、えー、ちょっと今ね書いてなねおしゃべっちゃってすみませんでした。またちょっと戻ります。えー、次にという段落もう一回最初から読むと、次に上記のね道場の詩、まあ二百四十六条の詩ね特に丸一日、原告の日です。えー、の観点から。 増額判決の拒否について検討することが必要だで具体的にはまずね立ちのき料の増額に関する X の現実の意思だからいきなり合理的意思いかないんですよあのまずは実際に原告が何しゃべってるかって見るわけ実際の意思どうなんだろうってことで期日でしゃべってることをまあ見るんですよなんでここまで厳密にやるかって言ったら拝論1個しか論点ないのに拝点が40もされてるからですねあのこれがさなんかあの説問が10個ぐらいあって1個拝点が、ね、10ぐらいしかなかったらこんな緻密な検討はしませんよだけど論点1個しかないのに 40も拝点されているわけだからでしかもその原告の意思を推認させる事情がたくさん書いたんですよね、えー、そうなってくるとそこをね丁寧に拾うことが求められていることがわかるので、えー、ここの当てはみがすごい大事になってくるって話なんですよね、まあ、そういうことで 2行目次にのね2行目、具体的にはまず立ち入り記の増額に関する X の現実の意思はどのようなものかを検討し、これ実はだから、記述で、ね、いろんなこと言ってるから、そこ指摘してあげるんですよ、表面上何言ってるかってことを見てきます、で,でそれが明らかでない場合でしょ、でこれね、もう結論先にありきなんだけど、明らかにならない事案なんですよね、それをわざと作ってますね、やっぱりね、原告、一応訴状では1000万の立ち入りを出しますって言ってるけど、それはなんか早期解決ができると思ったから、ちょっと多めに出そうと思ったんですみたいな感じで、裁判官の釈明に答えたりね。ででも一方でやっぱり この明け渡してもらうのが一番大事ですからまあもう裁判所の方がもっと必要であるというのであればもっと出す準備しますみたいなこと色々言ってるからだからそういう点で分かんないんですよ原告の意思が明確にねそういう事案を出してます。ねというわけで明らかな場合も当たりますからまずこの事案分析するとねでその明らかな場合原告の現実の意思が明らかでないときに初めて裁判所が法的なその判断をする人が出てきてそこでその合理的な意思の内容がまあ問題になってくるんですよね裁判所視点でその合理的な意思というのはあの考えていきます。ねだからすごい丁寧ですよ、ね こういうい質の問題になってるんですよだからね単論点で,で誰しもが知ってる論点出してくるんだけれども、えー、そこをね深く掘り下げるような問題ね最近の傾向こんな感じなんですよね少ない知識の人にも頭ちゃんと日頃から勉強あの頭使って勉強してる人がちゃんと合格できるような、まあ、そういう試験にあのシフトしてるっていうあの感じになってきますね。 でねもう一回ちょっと次の段階聞きますこのうち X の現実の意思については、えー、訴状の、ね、記載内容と第1回口頭弁論記述における、まあ、実際に X が何喋ってるかって見るんですよ、まあ、X のその陳述から検討することになりますとで問題文にねだいぶ X がいろんなこと言ってること書いてあるからね問題文に示された、まあ、第1回口頭弁論記述における。 えー、X の陳述からは格段いうのない範囲内の額の立ち退き料でなければ原告の請求を棄却するとの判決を望んだ、うん、あでこれ一応あの誘導されてて仮にその、ね、増額判決ができないとしたらじゃ裁判所どんな判決をするかっていうのをちょっと指摘してでそれとの比較で増額判決することが、ね、適法なのかどうかって検討しろっていう風に言われてるんですよでちなみに増額判決ができないっていう風になったらこれはあの結果的に、ね、その原告が申し出てる額の立ち退き料では正当な自由が認められないってことになりますから要は建物収益年明け出しを正当化するね。 その正当な自由が認められるってことになりますから、原告の請求を棄却する判決を、まあ裁判所というのはするはずなんですよね。でその請求を棄却する判決と比較して、この増額判決。で本件の増額判決はさっき言った、ちょっと特殊、特殊で。原告が申し出ている額と格段相違する範囲を超えた。額の、額を増額するね。そういうまあ増額判決なんですけど、それをその請求棄却判決を受けることとの比較で。じゃあ原告の合理的していうのが何なのかっていうところを、まあ探るわけなんですよね。で現実の意思はわかんないんですよ。いろんなこと言ってるから。現実の意思がわかんないということをそこを指摘した上で。 で、あとは法的な判断をね、まあしていくということになってきます。で、それでだから面白いんですよ。あの、その法的なそのね、意思をどうやってあの見てるかっていうと、少し難しい話になっちゃうかもしれないんですけど、あの最後のね。 ブロック42ページの一番下のブロック見てくださいあの次にっていうところでね次にが2つありますけどねあの次にあの一番最後のね42ページの一番下のブロックなんですけど次に X の合理的な意思の検討にあたってはこのあとちょっと少し難しいこと書いてあるんだけどねあの趣旨なんで試験構成員がこういうこと書いてるのかっていうね意図を読み取ってあげてほしいと思うんですよね受験生になんか意地悪して難しいこと書いてるんじゃなくてね頭使ってほしいんだなっていう <laughs> あのそういう思いをね読み取ってほしいんですよ。でそこで見ていくと次に X の合理的な意思ねだから現,現実の意思はちょっとわかんないからじゃそこでね 法的な評価をしていく必要が出てくるんですけど X の合理的認証の検討にあたっては問題文にあるようにやっぱヒントは常に問題文ですからねあのどの科目でもね受験生は適当なこと書いちゃダメですよ考えちゃね問題文です問題文にあるように増額判決をすることができない場合にすべきことになる判決がどのようなものになるかを示しねまあ請求期間判決ですけどねでそれを増額判決と比較 しつつの、まあの合理的意思を論ずるる必要があるとでこの増額判決をすることができない場合にすべきことになる判決は、まあ、正当な自由の具備が、ね、否定されるので、まあ、請求期間が判決となるでそれを指摘した上で、で例えばでこのあと、ねえー、ちょっと難しいこと書いてあります増額判決がされたとしても引き換え給付を命ずる部分は例えば債務名義にあるこれも難しいこと書いてありますからね <laughs> 要は合理的意思を探るのに法的な評価を入れてるんですよ。原告のの現実の意思じゃなくて裁判所視点で えー、その法的に原告認証を探ってるんですよね、えー、だから実際の原告多分こんな難しいこと考えないと思うんだけど、まあ、裁判所は例えばこういう目で、まあ、見てきますよって話なんですよ。でそこでね もう1回言うと、この増加判決をすることができない場合にすべきことの判決は、まあ、正当な重のな具備指定されるので、棄却判決になることを指摘してきた上で、例えば増加判決がされたとしても、ほら、引き換え給付を命ずる部分、つまりその立ち退き料のさ支払いを命ずる部分が、あの反対給付義務として出てくるわけなんだけどね、その明け渡しの,その主文の中にね。でも、そこはほら別に訴訟物じゃないから、債務名義になるわけじゃないじゃないですか、だから直ちに強制執行されるわけではないんですよね。例えばばそそういういところを指摘すれば、まあ、原告の不利益ってそんなに大 その自分のやっぱ都合で土地使いたいと思ってるわけだからまあそういう点ではねえ 増額判決請求棄却をするりは増額判決して、明け渡し認めてあげた方がいいんじゃないか。それが法的に見た時の原告の意思だみたいな。まあ、そういう角度から合理的基礎探ってほしいって話なんですね。まあ、実際に債務営義をね、ちょっと引き合いに出すのは難しいと思います <laughs>。あの、まあ、こうやって書かれてればね、あの、まあ、わかるかもしれないんだけど。まあ、現場でこれ気づくたら、すごい難しいと思うのでね。で、例えば、現場で気づく、あの、まあ、余地があるものとしては。あの、これ、仮に正当自由が満たされないとすると、法定行使にされるじゃないですか。これ、あの、借地借家法の適用がある、あの、賃貸借契約でありますので、そっちの賃貸借契約でありますので。で、借 法ってまずあのほら最低限最初30年でしょ、あの賃貸期間がね、でその後あの法廷更新されると初回が20年で、まあ、その後十10年になるんですけど、まあ、いずれにしろこれ今回、初回更新になりますから、まあ、仮にこう正当自由満たされないでね、あのまあ、法廷更新されてしまいますと、その後まあ二20年間は、ですねこの人、今、自分が土地使いたいって、自分の都合でね、まあ、自分の息子になんかあの歯医者さんを開かせようと思ってね、ちょっと土地使いたいということで、明け渡し請求してるんだけど、まあ、いずれにしろまあ自分の都合で今、土地使いたいと思って、言ってるのに、今後20年は少なくても土地使えなくなってしまいますから、 まあそういうところを考えればその法廷行進された時のダメージを考えれば、まあ、例えば棄、まあ、却されるよりは、ね、ちょっと格段相逸する範囲の額を超えるような増額判決としてでも、ね、あのそちらの方が望まれるんじゃないかとかね、まあ、そういう形でなんか現場思考的に今やっていくっていうのが一つの手ななんじゃいいかと思いますねちなみにその法廷行進の話は一切書いてないですね。まあ、あのでもあの 意味は一緒だと思います。そのし続けのところはね、裁判所目線で法的にその合理的な意思を探っていくって話ね。裁判の演技ちょっと難しいでしょさすがにね。あのこれ多分現場で思いつかないと思うから、私が決めつけちゃ悪いか、皆さん思いつきました。まあ、思いついたら失礼しました。あの、私はちょっと裁判の演技は、あのこれ思いつかなかった可能性があるのでね。まあ、あの、ここのところをね、裁判所視点で、まあ、法的にその原告の合理的意思っていうのは何なのかとね。でも、普段さ、ちょっと話戻しますけど、普段こんなに緻密に原告の意思見ませんよね。この論点出た時にね。でも、今回はもう回点割合が四十もあって、単論点なんです。 この増額判決だともう一つは減額判決ね原告1,000万出すって言ってるのに裁判所の王としては別に1,000万まで出さなくても正当な自由が認められるっていうときにさそれでもっとこうねあの額の少ない減額判決を引き上げ判決出せるかどうかっていうのがもう一つ課題なんですけどまあ いずれにしろその判決内容が246条にあのね適合するかどうかというその論点だけしか聞かれていませんからそれで拝点40もされちゃっていればやっぱりね緻密に見ていくことか要求されるはずなんですよねまあ論証で貼り付けてそのまま形式に与えたら多分1ページぐらいで終わっちゃうから <laughs> そうなってくるとあのえ司法試験の答案8枚もらえるわけでねでそれで通常はえとその40あればさまあ 8, 8枚かけるその40で832でまあ 3, 3枚とえその10分の2ねまあ5分の1だね3枚と5分の1ぐらい書くのがまあ適切なのにさまあそのまま知ってること 貼り付けちゃったら多分1万枚ぐらいで終わっちゃうから <laughs> まあそういう点でやっぱりその40、ね、取れないんですよね。というわけでこういう質の問題になっているということをよく、ね、意識してほしいと思います。さて、で悪いとはの例のところですが43ページのところでしかしっていうところを見てください。えー、こういういののややるととっっぱちょっとねあの 交際員のあと、調、えーね、意図に反するようなことになって、あんまりいい点数もらえませんが、しかし、以上、適切に論ずとは極めて少数でね、まだ,だから今の傾向に対応できてないんだよねまだね。でも今後、対応できるようになる人が増えてくるし、皆さんがその第一線を張ってもらえればね、その新しい傾向の試験にこう対応した第一線を張ってもらえれば、非常に有利な地位に立てると思いますので、まあ、ここをちょっと意識してください。えー、でここのののの後ね点,線点線のとこです X の陳述のうち、うん 本件土地を明け渡してもらうのが一番大事裁判所がより多額の立ち抜き料の支払いが必要と考えるならば検討する用意がありますという部分を指摘した上でさっきちょっと予告したけどねあの受験生が自分がさ導きたい結論の都合のいいところの事実だけ抜き出したパターンですよここね、まあ、でそこから直ちに X の現実の意思または合理的意思として請求きっ判決よりも増額判決を望んでいるとするものってことででもこういうの指摘されないとやりそうでしょこれ <laughs> やっぱりやりそうだと思うんですよねだけど今の試験の質はこういう質ではないんですよ変わったんですよ今度 掘り下げた検討を求める試験になってますからね、今までだったらこういうのやってたと思うんだけど、まあ、今は求められてないんですよ、こういう答案っていうのはね。 で今のの、ね、続きのとこです、えー、これらの答案においては、X の現実の意思と合理的意思の区別を全く意識してでする、ねえー、あるいはその区別する意識が希薄なまま、まあ多分意識,できて意識してなかったんだと思うんだけど、ね、<laughs> あのまあ、意識、希薄なまま,まあ論,じられ論じていることがまあ多く、ね、まあ、X の意思の分析がまあ粗雑だということで、えー、評価は相対的に低いということ、ねまあ、それはそうですよね、単論点型で論点1個しか、単論点型で拝点,点40もあのくれてるわけだから、ね、これでそのち粗雑な、あ雑な検討してしまったら、ね、十分な点数もらえませんから、まあ、そういう感じ。 になってますさてで、えー、と一応、ね、不良の答案指摘しておきましょう、45ページです、えー、45ページのうのところで、説問1のまとめというところですね、でこれの、ね、一番最後のブロック見てください、やっぱり、ね、ちょっともう今の事案に関係なしに、今の説問に関係なしに、もう本当にやっちゃだめなのは、この与えられた事案に、やっぱり、ね、このあで事案もちょっとこれ太字にしておいてもらいます、えー、問題何を、ね、答案に書くかというのは、もう問題文の事案で決まるんですよね。 判例なんか見てもわかるでしょそのなんでそんな判紙になってるかって言ったらその判例の事案で決まってるんですよね。だから答案に何書くかっていうのもやっぱその問題文の事案ね、えー、その事実関係どうなってるのかとか説問にどういう指示誘導がされてるのかね、まあ、そういうことで決まるんでこの事案ってのが大事なんですよ。なんでなんか知ってる論点が出た246条だって言うんで飛びついちゃいけなくてやっぱその事案ですよね。事案にこの正面から向き合わないといけないいいとけけんだけど それをこう、ね、意識持たないで抽象的にこうやってしまうとね正面から向き合わないとこれはやっぱりこう、ね、不良な答弁になっちゃう可能性が高いってことなんですよね。やっぱ基本知識が、まあ、単に246条の規範は知ってるけど意味が理解できてないっていうあのそういう評価になっちゃうんですよね。結局その表面上は規範書いてあるけどねその、えー、理解ができてないから結局、基本知識ができてないんじゃないかとさっきの,あの商法の話で言えばさ、まあ、一応、なんかあの利益相反取引、間接取引の効果ね、ね手続き違の効果相対的無効っていう言葉は知ってるんだけどその意味を理解してないで変なこと書く人いるでしょ。まあそれと同じ になっちゃうんですよねまあそういうことでね、えー、しっかりとこう基本知識を身につけて事案から向き合うようにしといてくださいでは本当に令和3年の過去も必ず自分で書いてくださいよ答案ね、えー、でこれを少しでも意識するといい点数もらえると思いますねさてじゃあ今度ね、えー、刑法刑法いきます、えー、52ページですね刑法です で刑法に関してはねちょっと52ページ開けておいていただきまして、で同時にあの問題文、ちょっと見てください、問題文ですね52ページ開けておいてもらって、問題文の冊子です、でこれ、7科目、順番に並んでいるので、刑法、した後ろから2科目目になりますね、一番あの最後、係争法で、えー、その、ね、係争法の手前のところになっています、ちょっと、ページ番号、ですみませんね、ページ番号、振ってありませんので、えー、探しづらいかと思うんですが、えー、一番、ね、後ろの係争法の1個手前の、えー、ところに今、なります。 でそこで刑法のところですね、まあえー、と左上に、ね、R3 刑法って私のちょっと手書きのメモが <laughs> あの入っているものなんですけども、えー、ちょっと、ねえー、問題文の形式を確認しましょう、えー、でまず、ね、第1問なんですが、えー、第1問に関しては3ページ問題文の3ページの真ん中辺のブロック 真ん中辺のちょっと上のところで、説問1って書いてありますよね、でこれは、えー、事例1における、公、乙、平定の在籍について論じなさい、過去、住居侵入、東西、ねえー、および特別法違反の点は除くってことで、これ、何の変哲もない問題です、えー、これはまあ通常りあり、事案分析して論点抽出して、ね、まあ、必要な検討をすればいいような、まあ、従来型のえ問題になってますね、で特徴的なあのちょっと問題としては、次の、えー、説問2です4ページ見てください問問題文の、えー、説問2になります。 これが近年のね。あの、ちょっと司法試験の刑法の特徴的な問題なんですけども。設問2のところで。 で事例における「項の在籍」に関し以下の「1」および「2」について答えなさいとでなお「1」および「2」いずれについてもほらここですよ自らのの見解問うものででなないってなっててるでしょでなあの最近こういう問題多いんですけどなんでこういう問題出るようになったかっていうのは、ね、過去の採点時間これ一個一個遡っていくとね推測できるんですよね何年か前ぐらいからなんか論証パターンをそのまま貼り付けてるってことがすごい批判されててでその論証パターン貼り付けることが何で悪いのかっていったらその批判の意味を理解しないものをそれ書いてるんじゃないかと。 要は当てり前の仕方みたいなわかるんですよね。規範をちゃんと理解している人と理解してない。人とではまあ、規範のところって表面上同じかもしれないんだけど、当て目の仕方が全然変わってきますから、その規範の意味が分かってる人ではね。憲法なんかだと分かりやすいでしょ。あの、例えばすごい厳格な審査基準を立ててますとで、表面上はその論証一緒だとしてもさその意味が分かってる人だったら、当てり前のところも当然このね。緻密なその関連性審査目的手段審査相当緻密にやっていくんだろうけど、意味が分かってない人。そこなんかあっさりしたさ。なんかこう与えまして、あっさり合計みたいなことをやっちゃうと思うんだけど、それってやっぱその規範の意味がま理解できてないって話なんですよねで。 最近、ね、そういうのがずっと批判されてきてその批判の意味が本当に分か,分かっているかどうかを試す試験にこうなってきているわけなんですよだからそういう点で、まあ、事前に、ねえー、このなんか用意したあその論書を貼り付けても、ね、答え出ないようになってますから最近はね自説書く必要ないんですよねこの問われていることにそのまま答えで感じになってますでこ,れどういうじゃこれちょっと題材にちょっとこの問題の質を、ね、ちょっとイメージしてもらいましょうかこの下にちょっと図があります私の手書きの図があるんですがこれまずね 対ししてでですね甲が頭部をオーダーしま,すまあその他いろんな暴行があるんだけどとりあえずこの問題の処理に必要なね一番大事なとこだけちょっとメモにしてますから。というわけでコ、えー甲と兵がこれ共謀してでま一ね、えー、ちょっと生意気だから殺しめてやろうということでねあのオツに対してまあ木刀で頭部を殴打しました。してあのちょっとね こ,うえー、このあとね、えー、ちょっと孔と兵が仲間入りしまして、この下の図のところなんですが、仲間入りしまして、その現場でね、で兵がウを殴って、気絶させちゃうんですよ。して、今度兵がそのの木刀を取り上げて、でこのオツの頭部を殴出せると。 で結果、まあ、オツにねその頭部障害の結果出てるんだけど、これ、コート兵、どっちかがやったのは間違いないんだけど、まあ、どっちの暴行から発生したのかが分かんないという、そういう事実関係が設定されてるんですね。というわけでもう一回ね、最初、当初、コート兵が、まあ、オツが生意気だから、殺しめてやろうってことで。 えそれででで実行犯はこうなんですけど丸一木刀東部で王だとでその後なんかちょっとねあの、えー、いざこざがその場で生じましてで兵があその甲をね殴って気絶させて甲が帰属してる状況の中で今度兵はねあの乙に対してちょっと動機が変わっちゃったんですけど要はもともとこの3人ねあのちょっとグルになって、まあ、ちょっと変えっ、ー、と。 オツの方はね、兵がグルになってるということは認識できてないんだけどちょっと今そういう細かい話は抜いあのなしにしてとにかくまあ3人でちょっと犯罪をやってるんですよ。で、えー、兵の方は、えー、オツに対してねこの口止めのためにねちょっとこう少し痛い目に遭わせてその警察に何かオツが言うってことをんか言ってるからね警察に言わせないようにするためにちょっと口止めのためにこう殴ったやったってことで動機が変わっちゃってる状況なんですよね。まあ、そういう中でもう一回説問のところをちょっと戻ってもらいたいんですけど、えー、まず括弧1説問2の括弧1なんですけど。 公はオツの頭部裂傷の障害結果に関する刑事責任を負わないとの立場からはね、えー、その結論を導くためにどのような説明が考えられるか、まあ、論点ごとに論拠を示す、まあ、説明、ねえー、することになってますねだこれ、自説じゃなくても素直にねあのここ答えていかないといけないのねまずは、えー、このもう一回ね見ると公はオツの頭、ね、部裂傷の障害結果に関する刑事責任を負、えー、わないということでね。えー そそのの立場からその結論を導くためには、まあ、どのような説明がまあ考えられるかってことであのやっていきますね。でその反面今度カッコリなんですけど「甲、えー、はオツの頭部裂傷の障害結果に関する刑事責任を今度逆に負う」。 という、ね、立場からは前期括弧1の説明に対しどのような反論が考えられるか、まあ、論点ごとに論拠を示しつつ反論すること、ね、であの一切、自説は自分の考えは聞かれていませんから受験者自身の考えはもう一切聞かれていないんですよねだからある意味、この論点に関する理解をちゃんと事前にしておかなければいけないという話になってくるんですよでこれでちょっと採点実感見ていきましょう、えー、刑法のところですね採点実感のところですで、えー、まずね54ページいきましょうか54ページのところ で五十四ページのね、まあ大事なのはちょっと二個目のブロックのところをね、今日ちょっと紹介したいんだけど、まあいきなりそれ喋ると難しいかもしれないから、えー、ちょっとね、あの冗長になっちゃうかもしれないけど、五十四ページの一個目のブロックもご紹介しておきましょうか。今の話ちょっと繰り返しになっちゃいますけどね。で、ちょっと一個目のブロックですね。五十四ページです。採点実感。節問には、甲と兵が意を通じ、まず甲が木刀で乙の頭部を出した、まあ第一暴行、えー、が、乙が甲羅の B 点における犯行を警察に話すなどといったことから、兵が乙に 暴行を加え、ね、暴行が、えー、終了するよういさめた、う、えー、を出して気絶させた後と、えー、その木刀でね、オツの頭部うを殴出したと、これ、第二暴行、でしたところ、えー、オツに生じた、まあ、頭部でしょうまあ本件障害ですねで、これがその第一暴行、う、まあ、がやった第一暴行なのか、その兵がやった第二暴行なのかね、まあ、いずれか一方にだけよって形成されたことは、これ、明らかなんですけど、いずれの暴行から形成されたことが不明であるという事例が設定されてますね。えー、で

抽出しななないいとけっって話になって話くるんですよね今まではねあの、まあ、はっきり言って問題文を読んでさあ例えばこれは早すぎた構成要件がの実現が出たなとかさあこれなんか因果関係の錯誤が出たなとかってなったらさそこさえ気づけばさもう事前に覚えた論証パターン集論証パターンをそのまま貼り付けてね規範の意味ももう理解しなくていいんですよとにかく覚えたことをそのまままるま丸,丸貼り付けしてであとはそこに出てきてるキーワードらしいものを当てはめのところでこう拾ってあげてさそれでなんか自動的に自動販売機みたいな感じで答えが出てたんですけど、まあ、そのこういうことが許さなくなったんですねこれがあの近年のねあのこの刑法の警報です 平成30年からのこういう傾向になってますね。あの、やっぱ、その、その前からずっとね。意味も分からず論証パンターンを貼り付けてんじゃないかということをずっともう29年以前から採点時間で指摘されてでね。やっぱとうとう、それができないように、まあ、な、なってしまったって感じなんですよね。で、こういう問題に、あの、将来対応するためにあ、あどうしたらいいかというと、学説の細かく。細かいこと、あの、知っていることを要求しているわけじゃないんですよ。これ、あの、過去の採点時間、をっ遡って読んでいくとわかることなんですけど。で、何が求められるかというと、重要な論点に限定してですね。その多角的に、やっぱ、その、重要な論点に関してあるある、ある見解。 ある 反面、まあ、それと違う見解もまあ十分あるところでだか,らだからこそまあ重要な論点になっているわけなんでねだからそういう点で重要な論点のところに関しては、まあ、自説の理解をするためにやっぱその反対説というのをよく理解しておかなければいけないはずで、えー、そ,このそういう、ね、学習を日頃からまあしてほしいという、えー、そういうい意図であのこういう問題出すようになったって話なんですよね。だから今後の受験対策としては刑法の中でもすべての論点じゃないから心配しないでいいんですけど重要論点、ですね、まあ、そういったことに関してはその論調パターンをあの丸暗記するっていうのではなくてやっぱその、えー、なんでまずそういう論点が出てくるのかっていうところ。 そしてその論点に関してはどういう考え方があるのかねその各考え方の問題点そういったところを踏まえてね学習していくってことが必要になっているということになってきますね。というわけでやっぱ試験の傾向ねどんどん変わってますんで今後もそういうところが顕著になってくると思いますね。 今のところ予備試験ではね。こういう形式のがあの出てないんですけど、ただまあ予備試験を受かった後、一発で思考試験を受かりたいと思ったら、まあ予備試験段階でもね。あのはっきりこういうのを勉強してた方がいいですね。あと、担当試験でどうせ必要になりますので、まあ担当でちょっとでもいい点数取ろうと思ったら、結局小試験の論文の額、あの学力というのが必要になってきますのでね。ま、そういう点ではね。一緒に勉強していくのがいいんじゃないかと思いますね。で、この問題の処理の仕方なんですけどね。あの、ちょっと2個目のブロックのところね。ま警報。これ暗記しちゃいけないところだと思いますね。あの、インプットのテキストであの刑法を体系的に勉強。 してるのが前提になりますけどでそれができてると、ね、こういう思考ができるんじゃないかという形で見てもらいたいんですよ。これを答えと思ってみたらもうあの力が伸びなくなるからだめなのね。これを日頃自分がインプットしてる、ねえー、テキストの知識を利用したらあこういう考え方ができるんだなというそういう思考を頭の使い方しないといけないんですよね。でそこで 2個目のブロックのところですが、1、まあ、2の言及においてはね、ね、ま、1、あ、はこれ、ほら、あの障害の責任を負うでさ、1は責任を負わないって話だと思いますが、逆だったかな、れ、まあ、いいにしろ、1まで、ね、責任を負うか負わないかって話なんですけど、でその取材の指示で示した通り、まず1つがねあの、共犯関係の解消の有無、または第二暴行が共謀の射程内か否かってことで、えー、やっていきますねで、仮に共謀の射程内に入っちゃう、あるいはその共犯関係も解消されないってことになると、えーえー、あ、そっか、えーと、 ここね、同時障害の特例仮に共犯関係がないとしても ね、同時障害の特例ってあるじゃないですか共犯関係がない時にその障害結果の責任を負わせるあの理論構成がありますよねだからそこのところをねうまくあのこう関連性をねあの築いて全体的に論じることが必要になってくれますまずね共犯関係の解消とか共謀の射程内の問題っていうのはこれ要は共犯関係の損否が決まってくるじゃないですかで仮にここでこ,っちこの2つの論点の観点から共犯関係が否定されたとしても同時障害の特例ねこれでその障害結果の責任をあの負わされる可能性がありますからで結論としてだから責任を負わないっていうふうにあの結論づけるには共犯関 関係もないし、えー、あるいは競合の射程もないしね、えー、そして、さらに同時障害の特例でももう責任を負うことがないんだっていうところまでやらないと責任を負わないという結論が出てこないんですよ。このページちょっと開けといたままちょっと問題文見てくださいよ。4ページのところね。あの問題文の4ページのところです。刑法のね。で括弧1。えー、公はほら。 オ乙の頭部列島の障害結果に関する刑事責任を負わないとの立場ね。まあ、これ論述しないといけないんだけどで、そのためにはまずあのまあ。そもそも今日兵がさ自分が効果がまあ、気絶している間に今僕と投げちゃったわけなんだけど、まあ、そこで、えー、その？ まずそれが凶暴の射程にならないと当初の共、ね、謀の射程外の問題になっちゃうでそうなってくると因果関係不明になっちゃうんですよね結局その、えー、共犯関係が成立するんであれば、まあ、結局ね、ね公はオツの、まあ、自分のもちろん公自身がやった暴行についての障害結果の責任を負うのは当,当たり前なんですけど共犯関係が成立すると、まあ、兵がやった行為と効果を公に責任できることになるんですが、まあ、共犯関係がないということになりますとね、えー、結局その兵の行為の効果を公に責任することができなくなってくるじゃないですか。でそううなってくると本件障害っていののが 方向によるもののかが不明なわけですから、まあ、因果関係が不明なことになっちゃうんですよね。で、そうなってくるとまあ、疑いしきは低ぶりの利益でありますから。まあ、そういう点で公は責任を負わなくて、まあ済むっていうあの可能性が出てくるんですよ。だけど、反面その傷害罪に関しまして、あの同時障害の特例っていうの規定がありまして、元々と,もとそのね。その暴行と障害というの間の因果関係の立証困難を救済するっていう。まあ、立法政策的な観点からね。まあ、同時障害の特例っていう。その共犯関係は何もかかわらずですね。まあ、共犯と同じような責任を負わされるように、ちょっとあの危険なね。まあ、規定がありますけど、まあそれが適用されてしまいますとねまあ こちらの方で障害の結果責任を負うことになりますからまあ、そういうところを踏まえてね。まあ、同時障害の特例でも責任を負わないんですよ。ということを言って初めてね。この括弧1にまあ答えられるってことにはなってきますよね。で、それをちょっと踏まえて、もう1回採点実感見ていきましょうか？ ええ、まあ、五十四ページね、採点実感の五十四ページのところ、戻ってもらいたいんですけど。で、もう一回ね、二個目のブロックの一行目です。丸一よび丸二の言及において、丸一、今ほら、あの、障害の責任を負わないって話なんですけど。で、この線引いてあるところ、まず一つは、まあ、共犯関係の解消の有無、または。第二暴行が共謀の射程内か否かって話なんですよね。で、これね、どっちが理論的に先行するかっていうと、実はね、共謀の射程の方、あの、先行します。あの、これ、過去の採点実感と、あの、見ていくと、わかるんですけどね、てか、まあ、採点実感関,関係ないですけどね。これは、基本知識のインプットレベルで、あの。 理解しておかなないいないいいととけけこんですけど、まあ、結局、兵がやった暴行行為が公の、ねえー、射程内に入ってくるってことになって射程内の中に入るんだけどそれでも共犯関係から離脱したかって形でそういう形で問題になってくるんですよ。よなんで まあ括弧書きでは書いてあるんだけど、まあ、実はねこちら、えー、理論的にはの凶暴の射程から外れるかどうかということがの問題になってきますね。で仮に射程から外れない、えー、兵の暴行もね結局、その当初の公平感のまあ暴行の射程内に入ってくるんだということになったらそれとまた別途、ねえー、別の問題としてじゃ共犯関係から離脱したのかどうかということがの問題になってきますね。で今度それでじゃ仮に えそのどっちかの観点からね、ねじゃあ共謀の射程外、兵の暴行がもう当初の共謀の射程外入る、あるいは射程内には入るんだけど、えー、その行に関してはね、ね、まあ、気絶してしまったというところから、ちょっとこの共犯関係からの離脱をもし認めてあげたいと、まあ、いうことになった場合に、でもそれでもね共犯以外で今度は同時障害の特例で責任を負わされる可能性がありますから、同時障害の特例によっても責任を負わないということまでいって、初めて、1にまあ答えたと、まあ、いうことになってくるわけですね。でこの点に関しましまて えー、例えばですが、えーと、次の最後のブロック見ていきましょうか。54ページの一番 下ののブロックのとこですが、えー、次に同時障害の特例の適用の可否については共犯関係の解消を認めたのみではあこれ今私が喋ったことの繰り返しになりますから共犯関係の解消を認めたのみでは直ちに丸1の結論を導くことができずねそれ、まあ、障害結果について責任を負わないという丸、ね、1の結論を導くことができず同、えー、特例が適用されないこともね、えーまあ、必要になるという、えー、論理関係を理解した上でということでこれだからほら論証パターン集の貼り付けではできないんですよねあの要は説問の指示誘導 こここういういい形でででつのの論点をこの順番で検討すするってことになってくんですよだからこういうひねりが入ってきてますから最近の,あの司法試験はね、えー、論証パターン誌の丸暗記では処理できないような形で、まあ、必ずこう指示誘導されてね、えー、その重要論点が出てるんだけど毎回この手の,あの形式の問題ってもう本当に誰もがちゃんと理解しておかないといけない重要論点からしかま出ないんだけどそれをね指示誘導をちゃんとよく分析して何をどの順番で書かなければいけないのとを頭使って考えないといけないんですよね。 真の理解が必要になってるんですよね刑法の説問特にはね自説は一切聞かないってパターンだからね、えー でこのあ、ねえー、と3行目、今の、ね、ブロックの、えー、1段落目次の段落の3行目、えー、本事例の特殊性、第1暴行時点で公平感に暴行の凶暴が成立していることに着目し、えー、このような場合でも、えー、どう特例が適用されるか否かをま踏まえてこれ、有名な論点ですね、あの凶暴があるときに同時障害の特例が適用されるのか適用されるのかという,かもうめちゃくちゃ有,有名論点だからねこれはもう事前に理解しておかなければいけませんから最近、ほらあの比較的最近最高裁判決出てますからね。今まではその、えー 凶暴があったら、あの、もともとさ、あの、共犯が成立しないの時ね。えー、その暴行と障害との間の因果関係不明だということの立証困難救済するために同時障害の特例があるんだって形で、凶暴がある事案ではさ、結局。あの、凶暴がある段階でさ、最初から暴行に関わっている人っていうのは、その凶暴後の行為も含めて全部責任を負うことになるから。その当該障害結果について、責任を負わない人っていうのが、誰もいなくなるっていう状態が、発生しないんですよ。まあ、故に、その、今まで制度主そうに、あの、考えていたものですから。凶暴があるの事案では、同時障害の特例適用しないっていうのが、あの、裁判例の立場だっ,だったんですが、下級審のね。裁判例の立場。 最近最高裁判例が出て共謀があるまあ事案でも結局同時障害の適用要件を満たす限りですね、まあ、同時障害の特例はまあ適用されるんですよっていう話になってますよね結局その障害結果見てさそれが結局いずれのね暴行からも生ずるようなあのも,ものであってしかもそれがね非常に時間的場所的に今近接しているような状況にあるんであれば、まあ、結局でしかもねどっちの暴行から障害発結果が発生したか分かんないってなったら結局 その暴行から障害を発したところの因果関係が分からないという状況になるわけじゃないですかでそうなってくると、まあ、その同時障害の特例の染み出すことになりますからだから凶暴がある事案でも結局その同時障害の特例の適用要件を充足する限りはですね、えー、その同時障害の特例が適用されるという形でね、まあ、最近最高裁判例出てますよね、えー、なのでで、まあ、そこを踏まえて、えー、ですね。 えまず同時障害が適用されない本件は凶暴がある事案なんで従来の下級生の裁判例の立場に立っていくんですよえでそうなってくるとまあ本件同時障害の特例が適用されないということになりますから公は責任を負わない障害結果についてまあ責任を負わないということになってきますねでその従来の下級生裁判例の趣旨はあの今言った通りな感じねとにかく誰も障害結果を負わないというのがそれがやっぱ不合理だというねまあそこのところ強調していくわけですよねでそうすると凶暴がある事案では必ずその先行者って少なくてもさ自分の先行行為については当たり前です 共謀後の高校行為に関しては当然のことながら、ね、共同要件を満たすわけですから責任を負いますから、まあ、少なくても、ね、あの先行者は責任を負うんですよ、高校者は責任を負わない,わない,わないんですけどね、えー、まあ先行者は少なくとも責任を負いますから障害結果について誰も責任を負わなくなるという事態にはなんないんですよね。なので趣旨をそう考えると、まあ、共謀がある事案ではまあ適用されないということになってきますよね。 まあそういう感じでね、あのまず傷害結果を追わないという形で、まあとは、読むのを割愛しますけど、この逆にじゃあ、責任を負うっていう場合だったら、ま,あ、まず、共謀の射程に入ってるよということを言うんですよね、あとは、その共犯関係からも離脱されませんよということは、ね、言ってきますよね、えー、あるいは、仮に、共謀の射程外、えー、あるいは共犯から離脱がまあ認められるとしても、同時障害の特例によって責任を負うんだとで、その時に同時障害の特例によって責任を負うっていうのは、その最近の最高裁ね、共謀ガルジアンでも、まあ、あの責任を負うっていうあの理論構成をまあ使って、 行くことによって責任を負わせられることができるってことですね。で、これだから丸暗記絶対ダメなのね。あの設問の指示誘導がこうなってるから、この今の思考方法をするんですよ。だから指示誘導の仕方が変わったら、今とまた違う思考。あのね。論理の流れ変わってくるわけですから。だからそういう点でやっぱ。その日頃のインプット。学習の時はまあ、細かいことは知らな知ってなくていいから、重要論点に関してはちゃんと多角的にね。深い理解をまして、おかなければいけないって話ね。で、当然のことながら担当試験でね。まとまる点数取ろうと思ったら、これぐらい。今私が喋ったようなことぐらいはスラスラまあ出てこないとね。そもそも。 担当試験で苦労することになっちゃうから <laughs>、まあ、そこのところ、ね、担当勉強ついでにあのちゃんと勉強しておくとまあいいんじゃないかと思いますね予備試験の受験生もだからねちょっとこのぐらいの問題を解けるようにしていたほうがいいですよ。試行試験の下も当たり前ねあのこういう試験にあの対してこれから、ね、立ち向かっていくわけですからね、まあ、こういうのを対応できるように勉強していてください。 あそ,うかその前に刑法で、ね、ちょっと不安解消のために、ね、計算法の1ページ手前のところなんですけど60ページのところで縦4、えー、法科大学院教育に求めるものってあの見出しになってるんですけどね、まあ、これ受験生に求めるものとして読んでいきましょうで2個目のブロックのところなんですが今後の,あの要は勉強の仕方ですね、えーえー、60ページの2個目のブロックで、ね、一般的に重要と考えられる論点でいいですから何でもかんでも細かい論点じゃないですよ、重要と考えられる論点ねさっきの,あの論点なんかすごい大事な論点ですからね。まあ、一般的に重要と考えられる論点 を学習するにあたっては犯罪成立要件との関係でなぜその点が問題となっているのかを明確に意識しつつまあ、複数の見解の根拠や難点に踏み込んで検討することなどを通じてね、まあ、当該論点の理解を一層深めることが望まれるまあ、確かにこういう勉強しないともうあの説問にみたいな通用しませんからね まあそういうい感じで、まあ、インプット論証パターン集だけでさ今まではだからある論点に関して自分とその見解事前に決めてさそ,のそれがもう合理的なのかどうかっていうのも,もう気にしないでさ、まあ、予備校から提供された論証集をねそのまま悪暗記してそれだけ覚えておけなんとかなったんですけど今、まあ,あのそういうことができなくなってますのでねここのところをしっかりとね、えー、なんでそういう規範になってるかっていうところもちゃんと踏まえてね理解していくってことがすごい大事なのかと思いますね。 ちょっと雑談あ少し若干3分ぐらい余裕あるかなちょっと雑談するとね刑法に関することなんですけど例えば、その規範の真の意味を理解する。 といいいううこにに関しては早すぎた構成力に実現っていう論点あるじゃないですかであれね一回試,行試験で平成25年の事例は別にその規範の意味が全く理解できてなくても論証集を丸暗記していればね、まあ、とりあえず問題文読んだら「まあ、早すぎた構成句に聞かれてる」って分かるから規範まず書くんですよ。でそのままカチカチ当てはめしていけば、まあ、自動的に答えが出るようなものになってたんですけどもところがそれが令和ねあの元年ですね、えー、になってまたも同じく早すぎた構成句に実現が出たんですけどこれねちゃんと規範の意味が理解できてないと。 処理できないようなあの事例になってたんですよね。それ具体的にあのどういうことかというと早すぎた。厚生局の実現の事案というのはさ、さまあ、当初ね。その第一行為で第二行為で結果を発生させる意図でね。まあ、第1項に出たんですけど、まあ行為者の意図に反してま第一行為で結果が発生してしまったという時なんですよね。で、こういった時にその故意犯の在籍をね。奇跡 するにはですね。まあ、その刑法の世界では、その構成要件レベルのところでは、客観面と主観面のところが一致しないと、まあ、いけないわけなんですけども。まあ、その早すぎた構成権の実現のも、ね、問題になるようなときっていうのは。第一行為の時点で、あの結果発生するということに対して、明確に意図を持っていませんから。そういう点で客観面で結果発生させていたとしてもですね。えー、その主観面のところで、故意がありませんので、故意犯の奇跡ができないっていう。そういう問題の人が出てくるわけなんですよね。で、そういった中で。えでも、結論の妥当性を考えたきに、まあ、当初からね、その結果発生させるつもりで,行を呼んでん、行為に及んでるのに、故意犯の奇跡できないと、やっぱり妥当じゃないから。そういう時。 にその、えー、発生した結果に対して行為のね、えー、その責任を負わせるような理論構成するというのがまあ妥当なことになっていくんですよそういう中で生み出されたものがその早すぎた構成区の実現なんですよねでそこの規範の真の理解ができているかどうかを試すために平成25年の事案では何の変哲もないね、えー、まあ要は、えー、第一行為を実際やって で第2行為も実際やった事案を出したんですよでも結果実は第1行為で発生してますで、えー、令和元年の司法試験はそこをひねり入れてきて、えーまあ、第1行為で第2行為で結果発生する意図で第1行為を読んだんですけど、えー、意図に反してまあ第1行為で結果発生しましたでその第2行為実際やらなかったっていうまあ事案を出してきたんですよね。でそういういとに結論としてまあ日本の最高裁は えー、そういう時にねその恋の軌跡させるためにさっきだとおり構成要件レベルのところで客下面と主観面合わせとかないとその恋の軌跡できませんのでそこでまず、えー、その人の恋あのまあ当案に書く時は恋っていうのは最後に書くんだけど頭の中でね考える時にその人の恋っていうのは第1恋意を経て第2恋で結果を発生させるっていうそういう恋が第一恋のところであったんだ。 ってことを前提に、で客観と主観合わせないといけないので、客観面のところで。第一行為と第二行為を一体的なね、その実行行為、観念していくことになっていくんですよね。でその第一行為と第二行為の一体的な実行行為を肯定するための、まあ要件として。例えばその、第一行為がね、まあ第二行為を、する上でね、まあ第二行為を、そのする上で、え第二行為をね、容易かつ。まあ、あの確実するために、数ヶ月のものだってね。えそして、第一行為に成功すれば、まあ第二行為に、至るまでに特段こう障害になるような事情がなかったとかさ。あとはその第一行為と第二行為の時間的場所。 禁制性って話になってくるんですけどでここでいう第2行為っていうのは実際に実際やった第2行為ではないんですよあの計画上の第2行為のことを、まあ、指してるんですよね、えー、でその計画上の第2行為のことを何でここで指してるのかというと早すぎた構成枠の実現っていうのは刑法の体系を見ると論証パターン順だけ見るとね早すぎた構成枠の実現しか分かんないんだけど 刑法の体系書を見ると、未遂の書のところに通常書いてあるんですよ。そして、その未遂の書のところに何が書いてあるかというと、まずその実行の着手のところで。行為者の計画をその危険性判断に考慮できるかどうかってことで、そこがちすごい重要な論点になっていくるんですよね。で、この点に関しては、例えば、ほら、あの、ちょっと今強制性交罪って形で、強姦罪って言葉では使いませんけど。まあ、当時のそのほら、強姦目的でダンプにこうね、あの女性の方連れ込んだときに、その連れ込んだところで強姦の着手を認めてますよね。で、それっていうのは、そのダンプカーにすめ、連れ込んだだけだと、実際それで強盗するつもりなのか、単に監禁するつもりなのか。 わかんんないんだけどその当事者のその後の計画を考慮して強姦の危険が発生したんだということでそこで着手を認めてます。あとはその電気器具店に金品接種目的でね侵入した事案なんかだと、まあ、その物色、そのお店の中入って物色した時点でまずすぐに着手を認めないでですねより現金取りたいと思ってレジスターの方に向かった時点でそこでその窃盗の着手を認めているんですけどそこもその行為者のその計画をまあ考慮してるんです。よねというわけで日本の最高裁っていうのはその実行の着手に関してその危険性判断の上で計画を考慮するっていうのがま,あまず日本 最高裁の立場なんてことを、そこで体系的に、まあ理解。しておくわけなんですよ。ちなみに計画を考慮することが、なんで正当化できると思います。 っうと今言った通り、その同じダンプに連れ込む。あのね事案であっても、やっぱその後何をやるかによって危険性って変わってくるじゃないですか。単に監禁するだけでダンプに載せ込んだのか、強盗するために載せ込んだのかあるいはその強姦するためにね。強制性交するために載せ込んだのかによって、やっぱそのね邪気されるべき法益侵害の内容というのは変わってきますから。当然そのね。結果、汗の危険性影響するんですよね。で、そうやって考えてくるとまあ、実行の着手の判断に計画考慮することが正当化されるわけでで、それの流れで早すぎた。構成群の実現というのが出てきてるわけなんですよね。で、現に司法試験のその令和元年の。 元年と,ちょっと2年間間違えちゃってるかもしれないけどあのまあ最近ね令和の時代に早すぎた構成業に実現が出たんだけど第2行為やってない事案だっちゃうたんですよだけどその今のねあの体系がちゃんと分かってると実際にあの第2行為やったかどうかは関係ないですよね第1行為の時点であの実行の着手を認めるんですけどそれっていうのは予定された計画上の第2行為ね、えー、その計画の危険性も込みで第1行為のところであの着手を認めるというそういう理論構成でありますからだからまあ現に最近出た司法試験の,あの事案のように、ね、第2行為実際やってなくてもです、ねまあ、早すぎた構成業に実現の事案あの理論構成を使ってちゃんと第1行 のようなところで着手を認めることが可能だという話なんですよねで。これってやっぱり体系的に勉強しないと分かんないじゃないですか。早すぎた功績の実現というその論証だけさ覚えちゃっても、今みたいな思考ってできないですよね。だから最近、やっぱこういう傾向なんですよね、司法試験というのはね。ちゃんとこう体系的にも勉強してほしいということであのやってますのでね、まあ、しっかりそういうあの質に対応できるような、ねまあ、勉強をしていただければいいんじゃないかと思いますね。す、ま、す、あ、すいいいままままませんちょょっと雑談ををしししししてしまいましてたね話戻うさででは刑事で、えー、刑事事訴訴訟訟法法きページ でえー、軽もやっぱ判例がすごいね。重視されてるっていうことを意識してください。えー、まあ、警報はね。ちょっと学説もかなり大事なんですけど、まあ、それ以外の科目はまずは大事に判例なんでね。で、そこで、えー、まずね。ちょっと目立つところをご紹介すると62ページですね。今回ね、あの説問1で例上に基づく、あの差し押さえの適応性が聞かれました。司法試験とかまあ予備試験の過去を見てるとね。まだいたい。その捜索 とか差し押さえ絡みでは、まあ、どっちの適法性を聞くかで必ず特定されてますので、ね、捜索の適法性を検討するときと差し押さえの適法性を検討するときは要件が違ってきますので、えーまあ、そこのところをまず、ね、あの気をつけなければいけませんねで本件はあの差し押さえの適法性が聞かれてます。捜索ではなくてねで 62ページの、ね、縦に採点実感というところの、カッコ1の2個目のブロックを見てください。カッコ説問1ではというところなんですけどね、ね、まあ、判例がすごい大事だというのを分かってほしいんですよね。だから日頃の学習も、あの他の科目と同じように、ね、判例ちゃんと勉強してほしいんですよ。でそこで、説問1ではまず、下線部丸1の差し押さえの適応性について、で最近、やっぱ、ね、条文すごいこだわってます、試験コーサイン。 えー、なんか論証パターン集そのまま書くんじゃなくてね、まず条文上どの条文の問題なのかってことね。過去過去の採点時間を遡るとすごいわかりますよ。係憲法なんかだとさ、例えばあの強制処分ほらあの強制加認可の区別基準が問題になること多いんですよ。過去文を見てるとね。そうなってくるとやっぱり百九十七条一項の差し引きのさ、まあ強制の処分に当たるかってところから始めなければいけないわけで、まあそういう点でやっぱ条文のね解釈すごいこだわってます最近ね。だから拝点されてるはずなんですよね。まあそういうことでもう一回ね、えー、質問一ではまず下線マレジの差し押さえの適応性について条文的確に提示しながら。 ではい、例状に基づく差し押さえの要件ねこれは事前にちゃんとインプットしておかなければいけませんけど、まあ、例状に基づく差し押さえの要件を論じでまたでこれまあ要件の一つですね被疑のあの、ね、差し押さえ対象物があの比率と関連性あるものじゃないといけないんだけどえー のの関連性が認められる証拠の範囲についてであの最高裁の51年は、ねまあ、結構、主要事実に対して直接何か、ね、関係するものじゃなくていろいろ上場事情とか背景事情が関節事実ですね、まあ、そういったところもまあ含めて、ね、状況証拠も含めてあの関連性見てると言われているので、まあ、それをちゃんと理解した上でね、まで、あ、それを踏まえて事故の見解を示した上えで,で非技実の内容を意識しながら。 根源、住居侵入強盗の事案の性質差し,押さられた差し押さえられた名刺の記載内容とかね、まあ、その他いろんなあの大事な事情が入ってますから、まあ、そういったところを含めた具体的にその関連性を、ねまあ、見ていかなければまあいけないということになってますねでやっぱその判例がすごい重視されてますあと2個目のブロックでねこれもやっぱ判例すごい大事なんですけど、えー、もう1つあの差し押さえ今回ねあの2つあってもう1つが河川部丸2の差し押さえの適用性なんですね で、それは、えー、事例における法的問題を的確に、ま捉、あ、えね。で、本件はの U. S. B. メモリよ、あの、要はね、ひ、非技術に関連する情報が入っていると思わしき。まあ、U. S. B. メモリーね。だけど、それを、まあ、その場で、中身をね,ね、確認しないまま、まあ、差し押さえてしまったんですよね。で、その時に、やっぱ、その、差し押さえの適用要件というのはね、その差し押さえたもの、やっぱ、非技術と関連するものじゃなければいけないわけで。で、そういったときに、まあ、通常はさ、まあね、ね、差し押さえ対象物を事前確認してからさ、関連性があると判断した、差し押さえるんだけど。まあ、本件は、まあ、中身確認しないまま、押さえてしまった。 すからねそういう点でその関連性の要件を満たすのかっていうところが一つまま問題になってきますよね、えー、この差し押さえの要件でやっぱ憲法から来てるからね刑,法刑事訴訟法の前に、えー、そもそもねその捜索とか差し押さえの根拠になるのって憲法35条1項の正当な理由ですからねでその正当な理由を基礎付ける具体的な内容の一つでその関連性っていうのが、ね、要求されてくるんでそ、まあ、そういうい点でやっぱその関連性確認しないままものを、ね、差し押さえるというのは非常に大きなまあ問題になってきますから、えー、ここのところを、ね、やっぱ気づかないといけないんですよね。で それに関しては、ね、あの最高裁、この3行目、えー、最高裁の、ね、平成10年決定がありますので、えーまあ、これが規範立ててます、中身を、ね、確認しないまま、まあ、差し押さえしてしまった事案で、それについてのあの適用にするための要件立ててますので、まあ、その判断枠組みを、ね、的確にまあ示して、当て目することが求められるという話になりますね。でこの点に関しましまて えー、63ページ見てください、条文が大事ということにちょっと話戻りますと、ね、61ページの1個目のブロックの一段落目のところなんですが、まあ、説明時ではまず下線部丸一の差し押さえについて、えーでまあ、今回、本件、まあ、捜索差し押さえ許可状という形でねあの、捜索令状と差し押さえ令状を実務上を一通の書面にしてあの出すね、捜索差し押さえ許可状という形で、えー、出した事案なんだけど、実際、法的に本件で意味あるのは、差し押さえ許可状の部分のところになりますからね、一通の令状なんだけど、法的にあの2つの正当自由が入ってるんですよ。捜索の憲法 5 5条1項の正当な7由と差し押さえのね憲法35条の正当な7由というのは全く法的にはまあ別物なんですけどそれを実務上、ああ便宜上一通の令上でねやっちゃうことがあるんですけど本件差し押さえの適応性が聞かれてますからまあ差し押さえの令状ここはすごい大事になってきますちょっと細かいかもしれないけどねあの難しいと思ったら気にしないでくださいいずれにしろ本件まあ差し押さえの適用性が聞かれてますからそこにあのちゃんと意識をね集中してもらいたいんですよね。そういういことで えー、差し押さえ許可状により差し押さえできる物はで要件2つですまずそもそもね令状にあの差し押さえ対象物書いてありますから、まあ、形式にまずそこに当たらなければだめなんですよね。というわけで令状、えー、に明記された物件にまず当てはめるってことね覚醒剤のなんかさ関係する事件だったら差し押さえるべき物として、まあ、当たり前だけど、まあ、覚醒剤って書いてあったりあとまあ通常ね覚醒剤っていろいろこう取引まあしてその時に、ね、携帯電話とかいろいろパソコンとか使ってるから、まあ、そういったものも差し,差し押さえ対象物として書かれてることが多いですけども。 令状、まあ、に,しろその例上に、ね、明記されている差し押さえ対象物に当たるかどうかというところは見てきますね。まあ、憲法35条とかね、刑訴法219条1項、えー、そしてかつね、で実質的な要件は、これ、丸2がまあすごい大事になってきます。丸、うん、1>, 1は形式的な要件で、ね、丸2は実質的な要件ですけど、えー、この非技術の関連性ですね、これもやっぱり憲法35条ね、まあ、正確に言えば1項なんですけどね、憲法35条1項の正当な理由です、えー。その関連性がないものを、ね、差し押さえるというのは、およそ人権、あの要は不必要な人権制約していることになっちゃうから、憲法上許されないんですよね。 限度でしか人権制約許されませんから対立利益をね保護することとの関係で必要な限度でしか人権では制約できませんから、まあ、差し押さえの場面で言えば、まあ、財産権に対する制約になると思うんですけどね、ね物持っていかれちゃうわけですから、でそういう点で言えばその正当な自由というのは憲法35条における正当な自由が初めて、ね、その差し押さえという対応での,その財産権の制約が許されるわけでありますから、まあ、そういう点でその、ね、中身として関連性というのが要求されるんですよ。よこれは憲法35条の1項から 出てきてきますねでそれでまあ一応、係争法にもそれらしい条文があってね222、まあ、条1個、まあ、これがえ99条ね、222、まあ、条っていうのはあの通常、裁判所の方に本体のあるような条文を捜査機関がある捜査の方にあに順用する条文になってますけどね、で本体は99条1項ですね、えー、裁判所の差し押さえの条文を引っ張ってきてますけど、まあ、そういったことで。 こ、えー、この辺の辺ととろから要件出してくるとだからまあ簡単に言うは要件2つですね、まず、形式的に令、ね、状記載の差し押さえ対象物に当たるということ、そしてもう1つが、その被疑者の関連性ね、ね差し押さえた物が被疑者の間で関連性があるということがこう求められているということになりますね。で この後ですが、えーと、今のブロックの2段落目です。でここがね、その前のページの、ね、昭和51年の最高裁判決にちょっとかかるあの知識になるんですけど、えー、非非意質の関連性をねあの、どう判断するかってことなんですよ。えー、非疑意質の関連性が認められる証拠の範囲については、被、まあ、非意質それ自体を立証する価値を有するまあ物のほかに、要はの主要事実にね、直接こう証明、主要事実を直接証明できるようなまあ証拠のほかに、ね、もっと広げて、 まあ、上場事実や背景事情要は、間接事実ですね、主要事実、まあ、刑事訴訟の世界ではあの主要事実というのは犯罪事実なんですけどね、まあ、違法性訴訟事実とか責任訴訟事実も含,含みますけど、まあ、ちょっと大ざっぱに言ったら犯罪事実なんですけど、えー、そういったものが主要事実ですが、まあ、それに限定せずね、えーまあ、それに何か関係するようなあの間接事実、背景事情とか間接事実とか、あるいは上場事情ね、えー、そういったものおも、 え、事実の関連性が認められる証拠に含めるべきかについて、まあ、いろんな考え方がありますと。で、少なくとも、あの、前のページの51年の最高裁は、あの、こういうものを含めて、る、見解に立っているというのは考えられてますね。完成事実も含むということね。まあ、完成事実だって、最終的には使用事実の推認につながるわけですからね。関連性が全くないっていうわけじゃないでしょうから。まあ、使用事実の推認につながるものであれば、関連性があると認められるとか解するとかさ。まあ、現場で適当なこと書きますけど、私が受験生だったのね <laughs>。まあ、そんな感じで、まあ、あの、まあ、判例の結論を知ってるんでね。判例の結論に合わせたような感じで、適当に理由つけるんですが。まあ、そんな感じで、適当に書いていきます。で、その上で。 今度、ね、あの問題となるのは、ね、さっきの USB メモリーを、ね、中身そのまま確認しないことの,あの問題性なんですよ。で今言った通りさあの関連性確認しないと憲法35条の正当な理由がないままさ人権制約することになるわけだから、まあ、やっぱり中身確認しないまま持っていくるのってね、非常に重大な人権侵害の問題が出てくるんですよね。でそこででもあの、まあ、最高裁ってやっぱ目の前の事件を、ね、あの処理すること一生懸命になっちゃうんでちょっと理論は弱いんだけど。 えー、63ページの、ね、最後のブロックの2段落目のところ、ね、2段落目のところの、まあ、2行目のところで私が点線引いてある,あるところなんですけど、えー、電磁的記録媒体の差し押さえの適応性について判断した先ほどの、ね、最高裁の平成10年決定が述べる 非技術に関する情報が記録されているまあ外性ね。あこれね、あの判例の立ててる要件の一つなんですけど、えー、これ一切書かないというまずあのまずいですね。判例知らないことになっちゃうからね。まずこれを書かないのはまずいです。えー、引きずに関するま情報を記録されている外在性に言及せずで差し押さえられた USB メモリーという技術の関連性をどのように判断するかについての判断枠も示すことができていないとはね。でまずね最低限ねあのまあ結局 USB 確認しないでもあのこうねその差し押さえ適用にするような要件の最高裁が10年決定があの示してますから、まずねそれを 書くようにすすするっていうのはすごいい大事なんだと思いますねでここから先はちょっと書いてないけどね書いてないことで深い話になっちゃうんだけどあの結局その外然性性がが関連性にににわるるるもののといいうう言えか話が出てくるはずなんですよ、まあ、そこまでの書くことを求められてなかったんですけどね、えー、本来関連性っていうのは実際見て被疑者と関連するってことを確認しなければいけないはずでねそれで初めて憲法の正当な自由というのが認められるはずなんですけどそこのところを直接確認しないで単にその「外然性がある」っていうだけでその関連性の要件に置き換えちゃっていいのかっていう、まあ、実はそういう理論的な問題っていうのは出てくるんですが本件に関してはなんかそこまでは書かなくてよかった みたいですね、<laughs> だからまあ比較的レベルがそんなに高くない問題だから要は判例をちゃんと勉強していれば十分に対応できる問題を出してくれたなという感じになってますね。というわけでね話まとめるとね判例をしっかり言えば係争法も勉強しましょうってことですよね。判例のやっぱり枠組みをしっかり理解できてないともうどうしようもないので判例の勉強がすごい大事ということに今なってきます。であとはね、えー、伝聞証拠が久しぶりに出ましたねあのちょっと問題文見ていただけますか 問題文をちょっと見ても見てください。えー、係数法は一番問題文の冊子の一番最後の方にあの来てます。ちょっと投資番号がついてないのでね、えー、探しづらくてすいません。計数法はね一番最後の科目にあの設定しておりまして、で。 えーとね、その計算法の問題文の、ね、5ページのとこであのちょっとこう資料がくっついてるんですよ、でこれの,、ね、あのちょっと伝聞証拠の該当性を検討させるようなあの問題があの出てますね、まあ、資料1と、まあ、資料2で話になってます、で、今日はね、まあ、あのちょっとこうもう完全にこれ、なんか将来の試験がどうのこうのっていうのは、これ、完全に中身の問題になっちゃうんで、で今日ちょっとそういう話をするあの時間ではありませんので、ちょっと雑談があったら聞いてもらえればいいと思うんですけどね、ねちょっと5分ぐらい時間待ってるんで、ちょっと雑談があったら、ね、こんな感じの問題が出てますよっていうのをご紹介したいと思います、ちなみに伝聞証拠は司法試,試験、結構好きでね、結構頻繁に出てたんですよね。 でもここなんか2年,2年3年出てなかったんで、まあ、久しぶりに出た感じなんですけど、まあ、令和になってから初めて出たのかな平成30年に出てそれから令和1元年2年が出なくてで3年になって久しぶりに出たんでねで毎年従来出てたものだからまたあの令和4年出ても文句言えないような重要論点なんですけども。 でそれに関して、あの伝聞結構苦手な人がお多いんじゃないかと思うんですよね、でそれはあの何が苦手あの何が原因かというとね、ね多くの場合は要証事実の設定ができないんですよ、要はあの伝聞証拠の該当性定いうのは伝聞証拠の定義を規範としてでそれに当てはまるかどうかということであの考えていくんですけども、で伝聞証拠の定義の中の一つねあのまあ、大事なところっというのは、後半定義の現況実かどうかっというのはちょっとこ,あのここであのいう話ではないので、ちょっと置いておきますけど、まあ、大事な要件というのは、要証事実の関係で内容の申請が問題となるかどうかってところ、すごい大事になってくるじゃないですか。で今 言った通りその伝聞証拠の定義の中の一つに、幼少事実という言葉が出てくるんですよね、その現況実が、その幼少事実の関係で内容の申請が問題となるときにです、ね、それをやっぱそのまま証拠として使ってしまいますと、類型的に誤判の恐れが出てきてしまいますからね、人のやっぱりその教育というのは、知覚、記憶、表現、術の過程を経て、えーね、証拠化されるもので、やっぱりその各家庭に誤りが入る可能性が出てきますので、そういったものをそのまま証拠にしてしまいますとね、当然のことながら、類型的に誤反の恐それがありますから、まあ、そういった、ね、その原則証拠能力を否定するというのが、320条1項の,その伝聞法則だっていう話になって んで,すよ、ね、で今言った通りその幼少時数っていうのが規範に出てきた通り問題文見てねこの幼少時数が何なのかっていうのを特定しないといけないんですが受験生はそこが慣れてなくてね難しく感じるんですよ。それが伝聞証拠に当たるってなっちゃったらあとは例外要件のところはさまあそこはなんとかなりますよ自分で頑張れば<笑><笑>ちゃんと勉強すればね、えー、だけどその幼少時数のところって結構ね過去問使ってしっかりあの深い勉強しないと。 あのなかなか解けるようにならないからこれを、ね、使ってやってもらったらいいんじゃないかと思いますよでそこでちょっと苦手な人ねここ見たらいいよってことで採点時間の一部だけご紹介しておきます、えー、この、ね、令和3年の問題をちょっと勉強したいっていうあのぜひおすすめしますがね勉強して伝文の力を上げてもらいたいと思うんですが、えー、これに関しましては65ページ採点時間の冊子のまあ65ページのところですねでここに正解筋が書いてあるんですよ なんで一回自分で答案構成するなり答案書いたりするなりした後にこの。 えー、65ページの縦3括弧1の2個目のブロックね設、えー、問2についてあってあのところなんですけどこれ優秀な答案の例なんですがここに正解筋が書いてありますからここに合ってるかどうかっていうのを見てほしいんですよでもし合ってなかったらここに合うような思考方法をするにはまあ、どうしたらいいのかっていうところねそういう観点からやると正しい方向で勉強がまあ、できますのでまぜ、あ、ひそうしていただきたいと思いますね結論から言うとねあのさっき資料が2つあったじゃないですか本件メモ1とあの本件メモ,メモ2って形になってくるんですけどここに書かれてある通り本件メモ1に関しては その供述内容の真実性を問題としないような形でもその立証目的が達成できるんでいわゆるその供述証拠の非供述的用法ですね、まあ、そういう形であのやってます、まあ、実際、その書面の記載内容と実際に起こったその犯罪事実が客観的に結構整合するところがありましてでそういう点で本件メモというのはこれ本件犯行の計画メモなんじゃないかということが合理的に推認できるんですよねそしてそのメモに書いてある通りの犯行をこうがやっているので公が行った犯罪の犯行計画メモだということが合理的に推認できるんですよ。内容 の真実性を深く突き詰めなくてもねそしてその書面はねオツが作ったってことが別の証拠から確定されてるんですねで検察官この書面使ってコートオツの共謀を立証したいんですよ今回の事件のね。でそういう点で そのメモの内容から実際に公が行ったその犯行内容と客観的に整合するようなところを指摘してあとは、メモのちょっと細かいところを見ていくともっといろいろ睡眠材料があるんですけどねそのメモのデータが作成された時期がいいろろその事件とかなり密接に近いような時期とかいいろろ細かいところがあるんだけどちょっとそういう話は今置いておいていずれにしろその公が作成あの実際にねこの本件メモ1が実際に公が行った犯罪事実といろ整合するところがあると客観的にねそそしてそのメモはオ津が作ったこと,ってことは別の証拠から明らかになってます。 ってこととになると別にそこの記載内容のところを突き詰めていかなくても、ですね、まあ、その経験則上、そんな偶然な位置でめったにないだろうなって話になってくるんで、まあ、合理的にですねこ,のはこういった状態のメモの存在自体は立証することによって、ですね検察官の立証目的であります、コートつのを、共謀を立証することが可能だという話になってくるんですよね、そういう意味であのね、えー、まずこれ、伝文法則っていう、伝文証拠としては証拠能力が否定されませんというのが、これが一つの正解筋なんですよ、でこれが本件メモ1です。ちょっっとと読んでいいきます一応私が今ててること書いてあるこ書あから えと2個目のブロックです、説問2については、本件メモ1の証拠能力に関して、伝文法則の意義、趣旨を的確に論じ、伝文証拠該当性を検討した上で、非伝文証拠として、えー、証拠能力を認める場合、いかなる推論過程を経ればね、今私が推論過程をし喋ったんでしょう、あれです、えー、その記載内容の真実性を問題とすることなく、ね、要証事実を推認することができるのかを的確に示し、私が喋った通りですよ、さっきね、で具体的事実を的確に抽出し、分析し、結論を見せ出すのね。これはちょっと問題文見てください こっちはね大津が作ったメモなんだけど、えー、5ページのね資料2の。 ほがが作ったものだでオツから指示されたことってことで,でそれで事件と整合することが書いてあるんですよ。でこれはもう完全に上の,あの,上のメモはあの単にあのその単語がただこうバラバラにこう、ねえー、貼り付けられているものなんで人の供述っぽくないのでまず、ね、非供述的用法でもう見ざるを得ないんじゃないかと思うんだけどこっちはオツから指示されたことだっていう形で書いてあって、まあ、それで実際に犯行と整合することが書いてあるんですよね。そうなってくるとここれれはまあ素直にこれ えね、甲がオツから本件の犯行をこういうことをやれってことを指示されたんだってことそれを結局このね正面から証明してでそこからこの2人の共謀を推認することができるそういう証拠で使えるんじゃないかって話になってくんですよね。で今のその推論の過程の中で結局その、えー、実際に がからこういうことを指示されたということをちゃんと証明しないといけないんだけどこういうメモがあるからといって本当に指示されたとは限らないじゃないですか経験則上だからそのメモの存在自体を要塞実とするというのは不合理なんでそういう先ほどの本件メモ1年みたいな形でそのメモの存在自体を要塞実とするってことはできないんですよねこういうメモがあるからといって本当にその通りあり指示がされたって限らないでしょ世の中ねだからそういう点ではこれは典型的な伝聞証拠ということになるんでねで伝聞証拠前提にで伝聞例外要件何なのかというと、まあ、一応これ後半分離されてるんであの被告人以外のものの供述書という形になってくるんで、まあ、例外要件としては 三百二十一一号三号ですね。その供述不能とまあ不可欠性の要件とまあ絶対的特診状況というのがあの必要になってくるんですけども、まあそこのところをまあ立証することが要求されています。まあ今ちょっと紙使わないで喋り始めちゃってますけど、あの私が喋ってる内容全部書いてありますから、あ <laughs> の先ほどのところにね。まあそんな感じの感じで、まあ一回自分でねあの当案件し作ってもらってで採点時間のみ比べてね。でそこでいろいろ自分が間違っているところがあったら早めにまあ修正していくこところがすごい大事になってくると思いますね。採点時間見ることによってあの正しい理解ができることが多いので、まあぜひね答案件 作って、えー、採点時間と見比べていただければというふうに思いますあといろいろインプットは反例の学習をね、えー、ぜひ頑張ってもらいたいというふうに思いますねじゃあそんな感じでまあ、時間になりましたので、えー、今回の採点時間の分析会を終わりにいたしますまあ、この後、ね、復習しっかり頑張って,てくださいどうもお疲れ様でした